はい、皆さんこんにちは。レクセンリン講師の赤木です。入門講座の民法の第1回ですね、始めていきたいと思います。春クラスの方、どうぞ1年間ですね、長丁場になりますけども、どうぞよろしくお願いしたいと思います。それからまあね、先取りクラスとで憲法とか、ないしはね、その先の刑法からね、入ってらっしゃる方もね、引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。まあね、とりあえずは春クラスの1回目ということで、まあね、肩の力抜いてね、もう最初からフルストロットルでやっていくるとね、なかなかこうね、途中で息切れしたりということもありますので、まあ今日の1回目、2回目ですね。このあたりはまあちょっと緩やかめにね、ちょっとやっていければなというふうに思っておりますけれども、まあだんだんとね、僕の悪い癖でありますけどもね、早口になっていきますんでね、そのあたりはね、録音を全然していただいて結構ですので、録音したものをね、復習時にちょっと聞き直すというのはね、ぜひぜひやってもらえたらいいかなとは思っております。まあ録音したものを YouTube で上げるのだけは勘弁してくださいね。そこはちょっとね、著作権はレックにありますので、そこだけはご了承いただけたらと思います。とりあえずですね、私のクラス、進めていくにあたっての、まずね、毎回ちょっと持ってきていただきたいものの確認ですね。そこから始めていきたいと思います。とりあえず毎回ですね、少なくともこのセブンサミットテキストの1ですね。これはもう毎回毎回ちゃんとこうね、テキストにチェック入れたり書き込んだりということになりますので、必ず持ってくるようにね、してください。まあ、テキスト1からそれから2、3と民法は3冊になりますので、分冊ですね。特に間違えやすいんでね。僕も正直申し上げてね、1と2ね、時々間違えて持ってくることがありまして、慌てることありますんで、そこ間違えてね、持ってこないように気をつけておいてください。それから、レジュメの方がね、こちらの方も2分冊になっておりますが、これも毎回必ずね、参照していく形になると思います。テキストでちょっと足りないところとか、あるいはこうテキストを補充、だからね、ちょっと深掘りしたりとかですね、そういった部分が、まあ、レジュメの方でね、代用していきますので、こちら両方ともね、持ってきていただけたらなとは思います。まあ、ちなみにこの、テキストね、1冊の方になっておりますけれども、これ分解できるようにね、なっておりますんで、ちょっと真ん中あたりのページをぐーっとこうね、押し込んでいただくと、ペリペリペリってページが剥がれてくるね、そういう仕組みになっております。バインダー形式の方が好きだという方ね、26ケツ式のバインダーでね、まあ、こんな感じで私は昔のこれセブンサミットでありますけどね、こういう形で26ケツの、大きめのファイルにね、閉じたりとかしまして、まあ、これでやると、要は持ってくる範囲ね、そこだけ持ってくるということもできるし、あるいは移動中にね、その電車の中でこれさすがに開くので抵抗あるという人多いと思うんですけれども、まあ、このいったね、分冊にした形で、テキストを見たりすると、まあ、いうこともできたりするので、まあ、分冊するかどうか皆さん自己責任でね、分冊するとページ数1枚ないとかですね、そういうことよく起こりますんで、そこはちょっと気をつけておいてもらえたらと思います。はい、あとちょっとね、毎回、ちょっとこれおそらくね、必要になるかなというものの持ち物ですね、それの確認ではあるんですけれども、六法ですね。これもちゃんとね、紙媒体でちょっとね、持ってくるようにしてください。最近の学生さんはその紙での六法を持たない主義のね、方も結構いらっしゃるんですけれども、現実の試験は、現状やっぱこの六法を引くというね、紙媒体のものを引くという試験形式にどうしてもなってますんで、これが引けないと論文の時にめっちゃ苦労するんでね。なので、この、六法ですね、必ず紙媒体で何でも結構ですので、持ってきていただくようにね、してください。で、おすすめは判例がついてない六法。これをね、おすすめしたいと思います。僕は、仕事で使うのもあるので、判例付きの六法ですね。これ持ってますけれども、判例のないポケット六法、デイリー六法、コンパクト六法かな。まあ、いろいろありますけれども、まあ、とにかく好きなね、六法、どれでも結構ですので、持ってきていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、そんなことで、六法と、それから、テキストとレジュメですね。これはもう最低限の3点セットと思ってね、ちょっと持ってきていただけたらと思います。はい。ということで、まあ、早速ですけれどもね、レジュメの1ページですね、こちらの方をちょっと引いていただけたらなと思います。はい、今日のね、レジュメ1ページ、まあ、ちょっと冒頭の15分ほどで、講義の進め方に関するお約束などですね、そういった話を、冒頭の15分ほどでね、していこうかなと思います。でその後ね、民法のいよいよ中身にちょっと入っていくという感じにしたいと思いますが、はい、まず最初に、講義の進め方ということで1ページ目ですね、いきなりこの表を書いてあります。マーカー、表の上のマーカーのところの左が四角になってますけども、これカッコ1の間違いですけどね、ここ多分表示されなかったんだろうと思いますが、とりあえず講義でちょっと5種類のマーカーね、ちょっと用意いただくのをおすすめはしております。ただ、まあ、マーカー5色も持ってくるのめんどくさいわっていう方は、鉛筆、それからボールペンで色を分けるとかね、線の種類を分けるとか、まあ、そういう形でも全然結構ではありますけれども、とにかくちょっとね、講義で何々チェック、何々チェックとね、そういうふうに言っていきます。で、それぞれのチェックの意味ね、これをまず冒頭の5分ほどでお話ししようかなと思います。で、まず1つ目、解説チェックというね、種類がありまして、これもどうしようもなく、覚えなしゃあないよっていうね、そういうところは解説チェックというところで、指示していきます。まあ、色は黄色をおすすめしておりますけど、
けども好きなね、線の色を使っていただいたら結構かと思います。まあ一番、7方で多いのがこの解説チェックになると思いますんでね、多分1年間やってたらね、黄色のマーカー10本ぐらい使うかなというぐらいの勢いできますんでね、とりあえずこの解説チェックというね、これ一番よく使うかなとは思ってください。それ上でまあこの覚えなきゃしゃあないっていうところはできるだけ減らしていこうというね、そういうつもりではいるんですけれども、どうしても考え方が分かれるところ、これは法律の世界ではよく起こります。法学部でね、勉強したことのある方は判例と学説が違うとかね、よく起こったと思うんですけれども、まさにこの法律の世界というのは考え方が複数分かれるということがあります。でそこの考え方が分かれる部分は2つ目のチェック、問題チェックという指示をしていきます。まあ、おすすめは緑をね、指示します、緑をおすすめしますけれども、まあ、好きな色使ってもらって結構ですが、まあ、問題チェックときたらこれ考え方が分かれるんでね、復習するときは暗記モードではないぞと、暗記モードにしなきゃいけないのはまあ解説かもしれませんけれども、2つ目以下はとりあえず考えるモードのね復習をぜひぜひちょっとしてもらえたらいいかなというふうに思います。でまずは問題チェック、まあ、ここですね、ちょ考えるモードにしていただく。でたまにこれ練習問題にも問題チェックを入れていきますんで、とにかくこの問題色ですね、来たらちょっと頭ね、思考モードに切り替えるという感じにしてもらえたらいいかなというふうに思っております。はい。でその考え方分かれるところ、論文試験をこの私のクラスでは強く意識しましてね、論文でどう書くか、そこをかなりね、お話を強くしていくんですけれども、論文では考え方分かれるところはまず自説、自分の見解しっかり示すというところが求められます。でこれが上から4つ目、自説、4つ目結論チェックになりましてね、上から4つ目結論チェック先に、指示しますが、こちらピンク色をお勧めしております。まあ、あの考え方分かれるところね、まずはこの自説、これを示してでその後展開するというふうなところね、必要になってくることがありますので、まあ、4つ目結論チェック、一応ね、しておいてください。でその結論を導く理由付けのところをね、理由チェックということで3つ目オレンジ色をねお勧めしているような感じになります。でこれ復習するときです、最初は問題チェックの色ね出てきたときにはまずはちょっとこれ納得しようというね、そういう頭で読んでください。でこの問題チェックのところを見て、まず理由チェックを見ていただいてね、あこういうことかというふうにまず納得する。でその上で結論チェック見て、ふんふんそういうことかとこう納得すると、まず最低限ねこの納得するというところはぜひやっていただきたいんですが、復習の仕方でこの後、第1回目のラストね、ちょっと2時間半後ぐらいにねまたお話しようかなと思いますけれども、まあ、ここの問題チェック以下のね復習の仕方はいろんなやり方あります。理由チェックを見て結論が出てくるかどうかをやる、結論チェックを見て理由が出てくるかどうかを考える、あるいは問題チェックを見て両方出てくるか考えてみるとかね、そういういろんな使い方がありますので、まあ、ここの問題チェック以下ね、ここは復習するときによくよくね、ちょっと時間かけてやっていただいたらいいぞと、まあ、そういうところであると思ってください。はい。でたまに考え方分かれるところでおすすめ以外の見解ね、これも見とかなきゃ やばいよっていうね、そういうところは多説チェックというね、上から5つ目指示していることがあります。まあ、あの、5色マーカーの5色目はいろいろあるんでね、茶色の人もいるでしょう、水色の人もいるでしょうが、まあ一応私5色色をね、5色目は水色してますけれども、まあ5色目が、あの、自分の水色がなければ別の色でね、していただいてもいいんじゃないかなとは思います。はい。で、ちょっとチェックの色で、これ分ける意味がとりあえずまずありましてね、まあこれはテキストを復習するときの頭の使い方が徐々に違ってくるぞというところであります。でもこの解説チェックになったところはとにかく納得して覚えないしゃあないというね、そういう指示のところになります。で最悪これ条文番号だけ指示するということもありましてね、場合によっては条文番号だけ覚えておくというのも一つの方法ではあったりするね、ところになりますけれども、とりあえずはまああの解説チェックのところについてね、丸を覚えよりはまずは納得するきっかけは多分あるはずなんで、納得しつつ覚えるというね、そういうやり方をぜひぜひお勧めしたいと思います。で解説チェック以外については第一目標は覚えることではないと思ってください。いずれは覚えていただくことになると思いますけれども、第一目標はまず納得することというね、そこを第一目標にしていってください。で納得できたら多分芋づる式で、あこういう理由だからこうかなとかね、こういう結論だったよなってことはこの結論出すにはこの理由かなとかね、そういう感じでだんだんと芋づる式でその理由と結論をセットで出てくるような感じになると思いますんで、なのでまず納得するということを繰り返してください。まあいろんな復習の仕方に関してはね、ガイダンスなどでお話もしていますけれども、まあ今日のところでも多分ちょっとね最後言えるかなと思いますが、まあ繰り返し、翌週までにできたら2回復習とかね、そういう話をまた言っていきますので、そのあたりのね、復習の仕方もまた、この講義の中で随時紹介したいと思います。
はい。ということで、まあ、とにかく暗記に走る前に、納得しようとね。まあ、テキスト、もうテキスト1だけでこれですよ。で、民法3分冊で全部で1200ページあるんでね。これを全部覚えるなんてはっきりと無理です。僕でも覚えてませんからね。なので、そこは、テキストのごく大事なところだけ押さえておくというところになると思いますので、かなりメリハリを効かせてね、ちょっと暗記するようなね、感じにしていただいたらいいかなと思います。はい。あと、今日も多分指示していきますが、丸の2です。いろんな学説あるところについて、まずは判例と思ってください。判例自説にすることが多いかなというふうに思いまして、よくこれ司法試験教科で言います。判例は神、学説はゴミというね、それぐらい言うところでね、判例通説の通説の方ですね、あまりそれほど重要視しないぞというふうに思ってください。とりあえず学説じゃなくて判例だというところでね、指揮をして、指揮をしっかり持ってね、勉強してもらえたらいいかなとは思います。はい。さらに、あと、ランク付けですね、これも、徐々にしていきますけれども、重要度に応じて、AA から A、B、C、D と、少なくとも5つ分けていきます。で、論文で使うのが B までと思ってください。C や D は論文では使わないぞ。ただ、担当式試験の 55% 以上はこの B ランクまでのところで出ますんでね。なので、この B ランクまでのところの理解というところはすごく今後の皆さんのね、勉強のベース中のベースという感じになるのかなとは思います。で、まあ仕事とか、あるいはこうバイトとかサークルとかでいろいろと忙しいね、皆さんだと思いますので、まずは優先順位つけるとしたら AA ですね。B ランクについては試験直前期までに何とかすればいいと、まあいうね、そういう感じの割り切りでもいいかと思いますが、まあ早めに B 押さえた方が楽ですよ。楽ではありますけれども、まずは AA というふうに思ってください。それだけでもテキストの、まあいや、すみません、気にしないでください。ちょっと6本のね、箱がちょっと下に落ちちゃいましたけども、とりあえずね、AA までを優先順位高めにね、しといてもらえたらいいかなと思います。で、かつ C ランク、D ランクも一応入門では指示はしますけれども、C ランクは択一ではやや重要です。択一では D ランクになるとほぼ無視してもいいぐらいのね、それぐらいの勢いになりますので、この C ランク、D ランクね、だいたい抑え方についてはまたそのうちお話しますけれども、全部が全部覚えるとかそんな感じじゃないのでね、C ランクのところについては例えば条文と大文字とかね、そういうルールがあったりしますんで、そういう感じで、ちょっとメリハリをつけながらね、ぜひぜひやってもらえたらと思います。はい、あとちょっと覚えなくていいよというところは、T マークというね、指示をすることがあります。T はこれシンキングの T です。シンキングね、T、頭文字ね、取ってますけれども、要は覚えなくていいという思考というね、T マークであります。で、どういったところが多いかというと、学説を紹介する部分とかね、そういう部分は、まあ僕やったら、復習の時に省略するかもしれないね、そういうところではありますけども、ちょっとここはね、覚えなくていいよというところは T マーク入れときますんで、そこは復習の時もね、覚えるなというね、そういうつもりでちょっとやっていただけたらいいかなというふうに思います。はい。まあ、あとは、復習についてとにかく納得するというね、繰り返し繰り返し、ぜひぜひね、やってもらえたらと思います。まあ、1年の間に10回ぐらい復習する機会があれば同じかなというね、そんな感じはしますけれども、まあ、焦らず慌てずね、じっくりとまず目の前のことと、結構ね、司法試験の勉強って先が長いんでね、慌てていろいろやろうとするんですけれども、そんな心配しなくていいと。一個一個徐々にやっていけば、自然と積み上がっていってるね、そういう科目ですんで、民法だけでは解決せず、にもしかしたら民訴までやってようやくわかるかもしれないというところもたくさんありますんで、なので、まあ、とにかく目の前のところをしっかりね、納得しようという感じでぜひぜひね、勉強してもらえたらいいかなとは思っております。はい、ということで、まあ、講義の進め方に関するお話は、まあ、1ページ目のところでね、おしまいでありますけれども、まあ、この後ね、勉強の仕方とかね、そういったところもお話をね、たくさんまたしていきたいと思います。はい、ページめくりまして2ページ目いきましょうか。はい、民法の注意点、これ商法にも通じます。民法と商法はまあ、ほぼね、似たような勉強方法ができますんで、特に注意点共通です。なんてったって学習範囲が広すぎるんでね、大変な暗記モードに入るとえらいことになりますんでね。なので、まず民法商法は柱になるところをまず納得するですね。これすっごく大事です。とにかく丸暗記片っ端からやってまいってね、これやると多分ね、5回目ぐらいでパンクしますんでね。なので、超重要なところをまずは納得するというね、すっごくこう、メリハリをつけてやっていかないと、えらいことになるんでね、ここだけはちょっとね、注意がいるかなとは思います。そういうつもりで、まずはポイントを絞ってというね、そこのところアンダーに引いております。よければ解説チェック入れといてもらってもいいかなというふうに思います。はい、括弧の4番ですね。2行目によかったら解説チェックね、ちょっと入れておいてください。ポイントを絞って効率的に学習と。
で、この効率的にというところに、ちょっとここに書いときゃよかったんですけれども、私のクラスのね、コンセプトは、論文を解けるようにインプットというね、そこがあります。なので、問題の解き方踏まえてインプットというね、そこをちょっとね、常々できたら意識しておいてください。括弧の4番2行目、効率的にというね、ありますけれども、問題、これ、事例を解くというね、その意識でちょっとね、復習するというふうにするとよりいいかなと思います。まあ、効率的にイコール、まあ、事例を解きながらというね、事例をちゃんとね、紹介していきますんで、その事例を、まあ、解くんだという、そういうつもりでね、ぜひぜひやっていただけたらいいかなと思います。で、まあ、そのうちまあね、言ってることわかると思いますが、押さえる対象は大体条文の中の何で作られたかという趣旨。から条文使う時の必要条件である要件。それから条文適用した場合の後どうなるかの効果というね、これ今日も多分また出てきますんで、これはもうね、また復習時に見ておいてもらったら結構ですが、条文趣旨要件効果というね、これがすごく大事になってくるね、学習箇所かなというふうに思います。はい、ということで、まあ、とりあえずね、一般的な勉強の方法についてのお話はね、この辺にしたいだと、したいと思います。で、まあ、ちょっとここはね、予備校によっても、教え方のスタンスの差とかね、講師によってもね、全然違ったりするところはあるんですけれども、今でもちょっとね、他校さんなんかでよく見るのが、米印に書かせてます、論証パターンというのにどうしてもこう、ハマってしまってね、それを覚えようと。こういう時にはこう論証すると、まあ、最低限のね、覚えてしゃあないものありますけれども、全部が全部ね、論証パターンで文章ごと暗記というね、そういう風にしちゃう方がいるんですが、文章丸暗記はまず無理です。人間の脳の容量としてね、文章40文字50文字全部1文字間違えずに覚えるとはっきり言って無理ですんでね、ここ何が大事になってくるかというと、文章を書くためにはキーワードがあります。キーワードを落とさずにちゃんと書くというね。で、これ皆さんに講義の中でもね、ちゃんと これから言っていくつもりですけども、この文章のキーワードはこれっていうね、このキーワードを落とさずに書けるようにしようと。それだけでね、文章がある程度組み立てできるようになっていきますので、まあ、慌てず騒がずです。まだ民法1回目始まったばっかりですんでね、行政法の最終回までに、まあ、ある程度文章が書けるようになってればいいかなぐらいのね、それぐらいの1年間かけてのね、ちょっとスタンスでやっていただけたら十分だろうと思います。はい、それではまずは、ちょっとね、ここ文章を覚えるよりも、キーワードを納得して抑えろというね、そこをちょっとこうね、優先しておいてもらえるといいかなというふうに思っております。はい。ということで、まあちょっとね、前置きが長くなりましたけれども、まあちょっとずつね、民法の中身に入っていくことにしましょうか。はい。ちなみに皆さんはね、マスクの方は自由に取っていただいて結構ですんでね、マスク暑いわと思ってる方はね、ぜひ外していただいても全然大丈夫です。まあ私の方はね、もうしばらくちょっとこうつけとこうかなと。まあというのもね、僕実はまあオミクロの抗体検査っていうのもしたことがあるんですけどね、抗体検査したら実は陽性が出ましてですね、嘘やかかってたんかっていうね、症状出てないけどかかってたっていうことがありましたんで、これ場合によってはね、症状かかってね、ないのにも関わらずかかってて、皆さんにマスクなしでやったらね、おそらくかかってしまうんでね、皆さんにね、そういったことはちょっとできたらね、教室がクラスなんかとかシャレになりませんので、なのでちょっとそこはね、しばらくマスクはねつけさせていただきますが、まあ、皆さんの方は好きなようにね、マスク外し、暑かったらもう暑いでね、外してもらっても全然結構ですんで、そこは気にせずにね、ちょっとやってもらえたらいいかなと思います。はい、さあレジュメの方をそのまま行きましょうか。3ページ目、はい、ちょっとそのまま見ていただければいいかなと思いますが、さあいよいよこれから皆さん民法を勉強するんですが、論文の解き方を踏まえてちょっとインプットね、これをぜひぜひしてもらおうかなと思います。まあこの民法の論文解き方を踏まえずにインプットした人と解き方を踏まえてインプットした人で1年後のレベル差がすっごい差がつくのをねよく目にします。まあこの問題の解き方を踏まえるとすごく民法って分かりやすい、覚えやすいというね、そういう科目になるんですが、解き方がないままやると、なんだこの めちゃくちゃ膨大な科目はという感じになります。ここをちょっとね、解き方をぜひぜひね、早めにマスターしてもらえたらなというふうに思っております。まあ、いきなりはできなくて大丈夫です。この解き方を何度も講義の中で、実演していきますんでね。なので、多分ですが、皆さんは8回目ぐらいで知らないうちに私の解き方が身についてるだろうというね、そうなってると思いますんで、まあ、慌てず騒がずね、ちょっとこの解き方をね、踏まえて、今後もお話をしてもらえたら、復習等ですねしてもらえたらいいかなと思います。はい、ということで、まあ、民法の論文の解き方ということで、まず2ですね、論文どんな問題が出てくるのかというのは、まずね敵を知らねばね己を知ることできません。でどんな問題出るかというと、丸の1、良ければちょっと解説チェックを入れておいてください。はい、ほぼの後ですね、よかったら解説チェックをちょっと入れておきましょう。市民間のトラブルに関する事例問題が出ると。でほとんどが契約に関することで、契約に関するもの以外は少ないということで、まあ、市民間のトラブルですね。なので、ここは、まあ、皆さんも、まあ、おそらく今日ここ来るまでに
契約いうのはね、してきてるはずなんですけれども、例えばですけども、自販機でね、物を買ったとかね、あるいはコンビニで物を買ったとか、あるいは電車に乗ったとかね、これ全部契約なんですよ。で、その契約に関するトラブルですんで、例えば自販機でお金入れたんだけど商品出てこないとかね、どうすんだとね、ありますよね。そういう時にこれを民法で、解決していくという感じになると思ってください。とりあえず契約に関するトラブルが主ではありますが、契約に関わらないトラブル、例えば交通事故とかね、そういったものも一つね、市民間のトラブルと思ってください。まあそういった市民間のトラブルの事例問題が出ます。で、この事例問題が出たらどうするかではなくて、まずは事例問題でどんな問題が出るかね、そこをまず踏まえましょうか。はい、4行目、5行目かな。パターンとしてはの後によかったら解説して今度伸ばしておいてください。パターンとしては、どのような請求主張することができるか、すべきかという主張、請求主張型。これが大半ではありますけれども、丸のにも入れときます。法律関係論ぜよという法律関係型があると。で、このまあね、法律勉強始めて問題の意味がよくわからないのがよくあるパターンで、法律関係論ぜよというふうになっている時の一体何を聞いたらね、何を答えたらいいねというのよくわからないんですが、この法律関係型は別の言い方すると、請求や主張が複数あると、こう思ってください。一個ではないと。請求や主張が複数ある問題が法律関係というね、そういうふうな感じで説明が、まあ、問いとして成り立っているということなんで、なので、まあ、ここね、法律関係論ぜよと聞いたら、請求主張を考えると、とにかく複数あるんだろうな、というふうに思っていただいてね。なので、民法の問題は大体この請求主張型と、こう思っていただいたらいいかなと思いますし、商法も実は一緒です。商法でもね、この請求や主張に分解するというところでほぼ解決がつきますんで、なので、まあ、とにかく民事系ね、民法、商法はこの請求主張、これをちゃんと捉えていくというね、これが大事になってくると思ってください。はい、じゃあどう解くかです。請求や主張、どうするべきか、何することができるか、それを、まあ、考えるのが、まあ、ここから先皆さんで、道具にしていく法律です。いいですかね。この何ができるか、どういう請求できるか、できるかどうか決めるのは、常識じゃありません。条文というものでしてね。条文がなければ判例。で、まずはやっぱこれ条文だと思っていただいたら結構です。で、もうこの後のね、いきなりまあ法学入門に入っていきますけれども、条文というものが大体民法をベースにすると、こういう構造になっていることが多いです。ちょっと条文ね、図式化します。要件効果というね、こういう形になっていることが大半だと思ってください。すいません。ちょっと言い忘れましたが、私のクラス、板書が非常に多いのでね、この板書用の、まあ、ノートであるとかで、何した板書用の付箋かな、一応おすすめしてるのは付箋です。大きめの付箋にね、ちょっとこう板書して、テキストの該当箇所とかレジュメの箇所にペタッと貼っとくというふうにすると、まあ、一元化できます。この一元化してないとね、直前期とかに見直しするときに何見たらいいかとかね、結構錯乱することありますんで、できたらまあ一元化の趣旨で、貼り付けられる方の付箋ですね、書き込み大きくね、できる方の付箋をちょっと用意いただくといいですが、はい。で、ここの、まあ、条文、要件効果でできている要注ね、そういうところをまずはちょっとね、お話をしていきましょうか。で、まあ、もう少しわかりやすくするために、この条文をちょっとね、やるとよくわかりやすいところですので、ちょっと条文ね、移します。民法の562条中ね、こういう条文がありまして、よければちょっと引いてみてください。多分この条文は、講義の中でいくと13回目、14回目あたりで触れることになるだろうというね、その条文ではありますけれども、はい、この562条を見ていくと、引き渡された目的物が種類、品質、数量に関して契約内に適合しないものであるときは、買い主は売り主に対し目的物の収保、代替物の引き渡し、また不足分の引き渡しによる履行の、追加を請求することができると。はい、ということで、ここですね、時までがこれ要件になってます。こういう時にこれこれできると、こういう感じの書き方ね、民法で一番多いパターンです。これこれの時に何々できると、こういう感じです。で、何々できるの後半を効果というふうに言っていきます。で、その時はまでを要件。まあ、要件ってのはこれ分解すると、要は必要条件です。いいですかね。必要条件が前半。で、その必要条件揃えれば、こういうことができるという効果が発生すると。
そういうことでね、この要件効果という構造を民法はほとんどの条文が取ってるぞと。で、商法も結構ね、多くの条文がこういう形になってます。一部そうじゃないものもありますけれども、大体民法商法の理解はこの要件効果の理解というふうにね、言うことができます。で、この要件効果、これ言い換えるとどうなるかっていうと、実は効果が言いたいことになります。さっきの条文ね、自分がヨドバシでパソコンを買ったというのを想定してください。自分がヨドバシでパソコンを買ったらですよ、なぜか知らないけどパソコンが起動しないというふうな状態が起きたと思ってください。で、起動しないパソコンか、起動しないパソコンだとさっきの条文の要件ですな、引き渡された目的物、まあ、これが、まあ、種類品質に関して契約内に適合しないものというね、これ満たすことになると、いいですかね、動かないパソコンとなるとこれを満たすだろうと。なのでこの時には何ができるというと、修補、まあ、要は修理ですね、あるいは代替物の引き渡し、まあ、代わりのものですね、で、あるいは、不足分の引き渡しの履行追加、これはちょっとね、不足分ないので今回は無理ですけれども、これらの中からしたいこと言いたいことですね、これを選んでいくという感じになります。で、実際の論文の使い方は実は逆でしてね、言いたいことから考えると、で、言いたいことを基礎づけている条文、これを探し出して、その要件、必要条件ですね。これを揃っているかどうかを見ていく。これが論文の問題の解き方の柱になります。言いたいことを考えろと。言いたいことができるかどうかは条文、これで決まる。条文なければ判例によれと。で、条文判例にのっとって言いたいこととその要件、これを検討していくというね、このスタイルで論文が出来上がっていきます。そういうことでね、まずはこの562条で言いたいこと効果、このケースやったら例えばですけども、直してくれと言いたいなと。で、直してくれと言うためにはどの要件いるか言うと、前半ですね、引き渡された目的物、契約内容に適合しないと、これが要件になってくると。で、それがもうこの問題で揃っているかどうか検討していくと。で、もちろんこれ原告側でまずものを見てますけれども、相手もある話でね、売った側からすると、いやそんなことないとね、これはたまそういうね、壊れたものかもしれない、現品限りで売ってるんだとかね、そういう反論も当然考えられたりしますんで、これ原告の側で言いたいこととその要件、これが言い終えたら次どうなるかというと、反対当事者ね、相手方も言いたいこととその要件、これが出てくる可能性があるということで、常にこの発想です、主張反論というね、これを分解していきながら説明していくと、これができるようになっていったらね、もう本当に論文の民法は怖くないという感じになってくるのかなと思います。はい、ということで、まあ3ページの丸の2ですね、どう解くかのところですけれども、ここに合わせて解説チェックね、入れていこうかなというふうに思います。はい、丸の2、どういうのを解くかのところ、よかったら返してくれておいてください。全科目共通だが、法律はほぼ要件効果という形式で成り立っていると。で、請求ないしは主張、これは効果と、これに当たってきまして、その次で検討するのは、その効果を生む要件に該当する事実があるかどうかと。これを論文では書いていくんだと。いいですかね。まあ、とりあえず、まず、どんな請求をしたいかという、どういう請求したいかというところから考えて、で、その請求、基礎付けてる条文、これに変えて、その要件、これこれ。で、その要件揃えれば、効果は出る。そういう形でね、なんと言いますか。まあ、結構、数学に近い部分が少しあるという、よく言われますけれどもね、解の公式みたいなね、なんかこう、ありましたけれども、まあ、要は、条文が1個の公式だと思ってください。で、その様々な公式ですね、それの、その効果ですよね、これをちゃんと、まあ、理解していく。で、効果イコール言いたいことですので、事例を想定したらいいわけね。この562条はこういう事例を想定していると。で、こういう事例の時には、まあ、こういうことを言いたいよなと。で、その言いたいこととその要件、こういう感じなのかというのをちゃんと理解していくと。これができていけばね、論文の、まあ、一応ベースがどんどん出来上がっていくというね、そういう感じだと思ってください。まあ、僕はあんまポケモンみたいなね、ゲームはちょっとよくわかってないんですけどもね、条文一個一個がなんかこう、ポケモンの中、キャラクターみたいなね、そんなイメージですかね。このキャラクターにはこういう、まあ、一応効果があって、で、そのためのね、条件はこんなんでとかですね、まあ、そんなあるらしいか、よくありませんけども、まあ、一応そんなイメージでね、あの条文一つ一つがそのね、キャラクターの違う性質でありまして、それぞれのまあ言いたいこと、できることですね、それとその必要条件違っていってると、まあ、そこをね、整理しながら学習していくというところになってくると思ってください。はい、で、これを踏まえると4ページ、問題の解き方、こんな感じになっていきます。はい、レジュメの4ページ。はい、手順をちょっと分解していきましたけれども、まあ、大体こんな感じでね、できてくるかなと思います。
大事になるのはまずは事実の把握でありまして、手順の1、まあ、ちょっとよかったら返してくれておきましょうか。人間関係図と時系列、これを正確にメモする手控えの作成ということで、まあ、この手順1はこの民法1回目から24回目の間に皆さんにたくさん板書をして取っていただくという感じにしたいと思います。この、まあ、人間関係図ですね、これをいかに把握できるかというところはすごく大事になってくるんでね、この人間関係図正確にまずメモできるようにしようと、まあ、時系列とね、それと合わせたようなね、ものを作っていきます。まあ、今日ね入ったら何回もやりますんで大丈夫かなと思います。でそれを踏まえて次手順2ということで、これさらにね回数チェック入れておいてください。原告訴えたい側ですね、原告の気持ちになって言いたいことを考え、でその言いたいことを基礎づける要件が満たされるか否かを検討すると。でこの言いたいことっていうのは、要は当事者目線というふうに僕は名前をつけたりしますけれどもね、何を言いたいかは、自分がその原告になったら何を主張したいかと置き換えたら、民法と商法は特に思いつきやすいです。これが憲法とか行政法になると何を言いたいかなと全然わからんと出てくるんですけども、民法商法は比較的ね、何が言いたいかと比較的出てきやすいので、まずは当事者目線で言いたいことを考えてみてください。でその要件が満たされるかどうかを検討しましょうと。はい。でこれが揃ったら次手順3、相手の立場に変わります。ターンの交代ですね。手順3続けて返してくれておいてください。反対当事者の気持ちになって反論したいことで一旦過去書き飛ばします。これを考え、その反論を基礎づける要件が満たされるか否かを検討すると。で否認か抗弁かという、抗弁と否認とか抗弁のね、この話はこれ民訴法でやりますんで、今の段階でとにかく反論と思ってください。反論とその要件という視点で結構です。で民訴法までやったらね、否認か抗弁かという話はちょっと、正確にやっていきますので、そこはもう民訴法まではもうざっくり原告の言いたいこととその要件で、次は被告の反論とその要件で、場合によっては再反論以下が出てくるんでね、長い論文になってくるとそこまで行く可能性がありますが、だいたいここまでで合否は決まってます。民法の論文試験では、大体まず原告の言いたいことを間違えて捉えてるでね、かなりの人がドボーンですね。で、その次に被告の反論、考えられてなくてドボーンというね。大体ここの原告の人と被告の反論、ここまでが正確に決まってれば、あとは要件を粛々と検討したらね、合格ラインに勝手に乗っていきますんでね。なので、もうとにかく言いたいこととその要件、正確に捉えるというね、これを大事にしていくという風な視点で持っていってください。はい。ということで、この後ですね、実際やっていきますが、大体言いたいこと、困った時のね、分岐点といいますか、頭の引き出しですね、大体まあ2年目までにね、たくさん引き出しをお話していきますけれども、その後、言いたいことは大体この2つになることが多いです。よければ4ページ、3の手前2行も解説してくれておいてください。物件に関する請求と、債権に関する請求が多いと。で、それぞれの類型引き出しと要件をきっちり押さえておく。というのが、これ、実は論文の出発点になることが多いです。原告の言いたいことどっちかな？物か金かってこんな感じですね。物件は物。債権は基本的に金とかね、そういったものが多かったりしますけれども。なので、物か金かみたいなね、大体そういうスタンスで出発点ね、やっていくことが多いかなと。で、物であれば、物に関する請求、物件的請求やったらこの要件、この要件と。債権的請求やったら、あ、これまず3種類あるからとかね、こんな感じでやっていくんですけども、これはまた後ほどということで、この物件に関する請求、債権に関する請求が非常に多いのでね、これまたこの後ね、補充していこうかなとは思います。はい。さあ、そういうことで、解き方がこういうものになりますんで、3番、民法の学習の仕方も、常々、具体的な事例を念頭に置いてやっていくというのが効率的になります。まあ、この後ね、皆さんに学習していただく際には必ずと言っていいほど事例が出てきますんでね、事例にのっとって原告はまずどんなことを言いたいですか、でそれはできるかどうかどうでしょうと。でそれができたら次、被告の反論どんなことを言いたいかな、でその反論の要件はどうかなと、こういう順番でものを見ていきますんで、この際民法の学習の際に一番大事になってくるのは括弧の2、これになりますね。括弧の2、よければ解説チェックちょっと入れておいてください。3の括弧2です。各制度はどういう立場の人が主張したい内容かを考えながら学習と。今学習しているのが原告の主張で出てくるのか、被告の反論で出てくるのかも、これでも全然違うんでね、ここも違っただけでも全然意味が変わってくるということで、とりあえずね、この主張が一体どこで出てくるかというところをね、ちゃんと把握しながらね、理解していくといいかなとは思います。で主張が捉えれば、あとは括弧3ですからね、条文の要件検討するだけというね、そういうスタイルになってきますんで、なのでとにかくこの主張をちゃんと捉えろというね、そこをすごく大事にしていただけるといいかなとは思います。はい。
ということで、まあね、民法の問題の解き方的なね、話をちょっとざっくりとしていきました。はい。まあ、まだまだ1回目ですんで、あまり肩肘張らずにというね、そういうところでいきたいなと思いますし、まあちょっとね、休憩も入れながらというね、そんな感じでやっていけたらなというふうに思っております。はい。ちなみですが、まあね、ここまでのところで、まあね、疑問点とかね、当然出てきている方もいらっしゃるとは思います。まあちょっとこれ収録の兼ねがあるのでね、一旦ちょっと休憩あるまではね、ちょっとその疑問点は、ちょっとね、すぐにお答えするということはできませんけれども、疑問点ありましたら、遠慮なく休憩時間中でも結構ですし、講義終わってからでも結構です。何時間でもね、お付き合いさせていただきますんで、ここ聞き漏らしたワードも全然結構ですね。わからないからもう一回ちょっと教えてほしい。これも全然 OK です。で、まあ、たまにあるのは、大学のレポート持ってきてね、大学のレポート、このレポートどう書いたらいいですかね。そんな質問があったりしますけれども、まあ、とにかく、せっかくのご縁ではありますんでね、何でも気になることありましたら、遠慮なく今後の勉強方法とかね、勉強方針どうしたらいいとか、そういったところも含めて、何でもね、最後まで使い倒してもらえたらいいかなというふうに思っております。まあ、なんかの縁ではね、ありますので、まあ、本当にもう疑問点、どんな小さなことでも結構ですので、最後合格するまでね、お付き合いさせてもらおうかなと思いますんでね、そこはもうどんどんね、ぶつけてもらえたらいいかなというふうに思っております。はい。さあ、5ページ目以下の復習の仕方は今日のラストでね、ちょっとお話しするというところで、一旦ちょっと置いといてください。はい。ということで、まあ、テキストに入る前にレジュメでね、かなりざっくりとやっていきましたけれども、さあ、ここから先ですね、ようやくテキストに入っていくということになります。はい。民法1、まあ、今日の1回目はね、かなり軽いね、感じで進めていこうかなと思いますが、まずはちょっと、目次のところをね、把握していただこうかなと思います。はい、目次が結構ね、7ページぐらいにわたって上がってるかなという、ね、感じありますけども、一応民法のこのセブンサミットというね、テキストは、一般的な教科書と同じ順番になっておりまして、条文の順番で一応テキスト並んでるというね、そんな感じになります。まあ、とりあえずテキスト1ですね、目次の1ページ目になりますけれども、ページ番号売ってませんが、第1点民法総則ということで、この民法総則は、民法の共通ルールみたいなね、そんな位置づけになります。まあ、一応、この後やるね、第2編物件、第3編債権というね、第3編債権じゃないな、ごめんなさい、第2編、物件、第3編担保物件合わせて物件と言っていきますけれども、その後、目次でいくと4ページ目かな、第4編テキスト2に入るところで債権というところに入りますね。まあ、大きく分けて民法は、学習箇所です。まあ、これも別にメモしなくていいかなと思いますけれども、相続、物件、債権、すみません。ちょっと字が汚くてあれですけども、大体こういう順番でね、並んでることが多いです。で、この相続っていうのは、物件債権の共通ルールというね、そんな感じになるんですけれども、非常にここの相続は、まあ、勉強の初めでやるんでね、それなりにこう印象は残ってるんですけども、実際に論文で書くとなると結構大変なね、難しさがあったりするというところではあります。まあ、ちょっとこの相続と物件というのは苦手にしやすいというね、そういうところがあるので、ちょっとこのね、私のクラスではかなり丁寧めに具体的な事例を常に念頭に置いてね、苦手にしないように具体的に具体的にというね、これやっていく予定ではありますので、で、この相続、物件債権の共通ルールと思ってください。まあ、この後テキストにも出てきますけれども、この、民法、刑法、いろんな科目そうですけども、共通ルールを前に出すというね、パンデクテン方式とかね、そんな名前言ったりするんですけども、まあ、共通項を前に出すというね、因数分解形式ですね。そういう形で、ちょっと条文が作られていることがほとんどですので、ちょっとそういう意味では、相続は抽象性が高いので苦手にしやすいぞというところもありますので、具体的に具体的にやろうぜというところをね、ちょっと持っておいてください。はい。ということで、まあ、第一編、民法相続、まあ、ここから入っていきますけれども、まあ、相続物件、物件と債権の共通やね、物件債権の共通ルールというね、そんな意識を持っとってもらえたらいいかなとは思います。はい。で、その後、第2編、物件で、第3編、担保物件とありますが、もう合わせて物件と思っとってください。物件ということで、ここもね、ちょっと苦手にする人多いかな、というね、ところではあります。まあ、物件も苦手にする人は、やっぱり、原告の主張、被告の反応ができないでね、ここに立ち返ることがほとんどですんでね、とにかく、ここから先ね、原告の主張、被告の反論、これを常々意識しながらやっていくぞ、というふうにしていってもらえたらね、そんなに苦手にならないかな、とは思います。さあ、テキスト、目次、第4編のところを見ていただきますと、債権総論と上がっておりますね。ここからも債権編も共通項前にということで、債権の総論共通項が第4編。
で、その次のページまたがっていきますと、第5編で契約総論と、こんな感じになってますね。まあ、契約総論とありますが、ここからも基本的に契約格論と思ってください。債権の格論に近いね、話で、まあ、これも共通項前にというね、そういう枠組みになっているぞというところをね、理解しておけばいいかなと思います。で、民法が一番わかりやすくなるのは、実は第6編、契約格論とありまして、854ページかね、ここまで来ると、民法がめちゃくちゃ具体的でわかりやすいっていうね、そういうところを来やすくなるかなと思いますが、ちょっとそこまでは、ちょっとね、トレーニングというところも一部ありますけれども、ちょっとね、抽象的なところもありますが、できる限り具体的に具体的にと。で、第6編まで来ると民法が非常に具体的で分かりやすいぜというね、そういう分野に入ってくるかなとは思います。はい。あと、債権の話が終わった後に次、テキスト3に入りましてね。親族法、相続法と言われるお話ですね。家族に関する法律と思ってください。まあ、そういう意味で家族法というね、言われますが、論文試験では、10年に1回もないかなというね、30年に1回ぐらいかなとね、それぐらいの勢いですので、なので、親族法、相続法は、基本的には、択一用の勉強という感じになってくると思ってください。ただ、ちょっとね、大事な条文を引く。条文引けるようにはしておこうとね、条文引くぐらいの問題は2年に1回ぐらいあるんでね。なので、条文引くぐらいの勉強はちょっとね、やっとこうということで、まあ、特に相続です。相続の、まあ、基本的な条文を引くというね、これはちょっと練習しといた方がいいかなということで、まあ、条文やりますが、ほぼほぼね、1回の講義で終わるかなというのが家族法と思っててください。まあ、それぐらいメリハリつけてね、相続、物件、まあ、ここまでだいたい12回ぐらいでね、行くかなと思います。で、債権のところで9回ぐらいかな。で、家族法1回で、あと実はテキストで、皆さん講義の中では2周しますんで、この入門講座ね、22回目ぐらいまでで1周。で、2周目ということで、23回目、24回目、ちょっと応用的なところね、ここを2周目でがっつりね、応用的なところをやるという感じでやっていきたいと思います。はい、とりあえずテキスト全体2周回すよ中ね、そういうところで、まあ、今どこやってるかというね、ちょっと迷子にならないようにはしといてもらえたらと思います。で、ちょっと戻りましょうか。民法なんですけれども、もう少しね、大きな話をしていきたいと思います。民法総則第1編と上がっております。今までの、まあ、皆さんの勉強の中でね、そんな意識はね、多分したこともない方が多いかなと思うんですが、実はこの第1編の民法総則、契約に関するお話が非常に多いです。で、契約の中でも何が多いかというと、第1編よかったらメモ残しておくといいんですけれども、契約前のトラブルというものが比較的多かったりすると思ってください。契約前というとあれですけどね、契約までに原因があるというね、正確に言うと、まあ、契約までに原因があると。ということで何かっていう、例えば勘違いしたとかね。いいですかね。僕は結構チーズケーキが大好きだったりするんですけどね。このチーズケーキうまそうやなと思って買ったらクソまずかったとかね。そういう感じですね。非常によくあるのは契約までに原因があると。契約までに勘違いしたとかね。契約までに、あそこのチーズケーキめちゃくちゃ美味しい。ミシュランらしいよとかね。そういうふうに騙されたとかですね。そういう話で、まあ、契約までに原因がある話。これが第一編と思ってください。契約成立前になんか原因があるトラブルが第一編と。こう理解しておくといいかなとは思います。で、第二編は何なのかというと、まあ、契約が成立した際の、まあ、ちょっとね、分解したお話でありますけれども、もの。に関するお話です。ね、第2編、ここはちょっとね、もう少し、一般的な話にね、してしまったあれではあるんですけれども、はい、契約の典型例としまして、売買契約、これを念頭に置きましょうか。で、まあ、結構ね、民法で多いのは土地の売買とか建物の売買ということで、まあ、これ、並行四辺形で書いてるのは土地と思ってください。A が B に土地を売ったというふうにしましょうか。はい。またこれいずれテキストにね、チェックと入れていきますけれども、これ、物を売り買いすると、まず、物件としての所有権というね、こういう物件があります。所有権が A から B に移ると。こういう感じになるんですね。契約によってこの物件が動くということが起こります。その契約によって物件が動くときの基本ルール、これが第2編のところにまあ多くまとまっていると、こう思ってください。契約によって物件が動くときのルール。ここが大体ね、第2編というところでまあ書いてあるよと思ってください。はい。
で、その際に、契約の際に、担保として、なんか契約するとかいう話が第3編で、これ特殊なんで、一旦保留しといてもらって結構です。まずはとりあえずね、売買を念頭において皆さん勉強するようにするというところが大事でして、第3編入るとするとね、売買以外の話に出てきますけれども、ここの第2編、契約によっての物件変動ですね。これ移ることを物件変動と言っていきます。はい。まあ、契約で物件が動く。ね。この物件変動に関するお話が第2編のところの主であるよと。こう思っとってください。はい。あと、契約すると債権も発生します。これ第4編以下のお話と思ってください。契約によって発生する債権ということ。これ別に覚えるほどでもないですね。売ったら何がどうなるか。これ矢印の向きは請求の向きと思ってください。この債権の方のね、矢印の向きは請求の向きと思ってください。A から B に何請求します？売ったんですよね。代金くれですよね。いいですかね。売ったんだからね。で、これは別に覚えるじゃないですよ。日常的な常識から考えていただいたら結構ですからね。覚えるじゃなくて、そこは。常識からアプローチしましょうか。で、請求権、債権のこと請求権とね、言い換えることができますけれども、この請求権ね、手控えでめんどくさいんで SK と手控えで略しますね。とりあえず代金請求権が A から B に発生すると。から B から A に対しては、買ったんだから引き渡せと。こういう感じでしょうね。引き渡し請求権が発生すると。で、ちょっと不動産になるとプラス登記のお話が出てきますけれども、プラス登記とも書いておきますけれども、一旦ちょっとね、物件債権というね、こういうメモを残しておいてください。で、これを分解して学習していくのが民法だと。こう思っておいてください。物件変動のところが第2編で学習します。で、第3編はちょっと特殊な物件ということで一旦保留にしましょう。で、その債権に関するお話が第4編以下ということでね、売ったんだけれども代金くれないどうする？買ったんだけども引き渡してもらえないどうする？こういう話ね。そういうところでね、代金請求権に関して、まあ、履行、相手が払ってくれなかったらどうするか。いろんなことも契約キャンセルだとかね。あるいは損害賠償だとかですね。いろんな話が出てくるということで、ここの代金請求ね、履行されなかったらどうするか。で、見方を変えると、実はテキストに契約後のトラブルと、こう思ってください。第4編以下はほぼほぼね、契約後のトラブルというね、そういった位置づけができてきます。まあ、契約にならないね、ものも一部ありますけれども、契約後のトラブルというね、そういう理解ができるところかなとは思います。はい、というふうな位置づけで、まあ、契約に関する学習が主になるよというね、そう思ってください。契約前の原因のトラブルと、契約の物件変動と、それから契約後のトラブルとね、大体まあそういったところが主になって、で、その他になってくるところがね、不法行為以下というふうに思ってください。第7編でね、事務管理、不当利得、不法行為とありますが、この第7編以下は契約以外と、こういう理解しとけばいいかなと思います。はい、第7編、それから次の第8編ね、親族相続も全部契約以外というね、そういう整理ができるところかなとは思います。はい。ということで、ここのところね、テキストの場所ですね、どこでやるのかというところね、第2編でこの物件のところはやります。で、債権のところは中途第4編から第6編ということで、とにかくまあ売買を念頭に置いてね、勉強していきましょうという、そんな意識をね、持ってもらえたら結構です。はい、ちなみにですが、目次が終わったページに参考物件、参考文献かな、この、まあ一応一覧がありますが、別にこの参考文献全部買えとかそういう趣旨じゃないんでね、むしろこのね、テキストせっかく皆さん手に入れたんでね、この基本書類と言われるものですね、必ず買わなきゃいけないかとも、僕は買わなくていいというふうに思っております。まあこのまとめたものがこのセブンサミットですので、あまりね、この参考文献とかね、枕になるようなものを、持っていただいても仕方がないかなと思いますんで、で、とりわけ、改正が最近民法多かったんでね、改正はこの
並んでる先生方に、まあ、取ってみたらね、ビジネスチャンスでありましてね、そういう意味でたくさん最近本が出ておりまして、これを追いかけていくと大変なことになります。で、どの本がいいかとかいうのは、これ人によっても変わるんですけれども、まあ、この中で強いて言えばですね、民法の中でいくと上から二つ目、三つ目に名前が載ってます、佐久間先生というね、名前が載ってると思います。この佐久間先生のこの基本的な、ね、民法の基礎とか言われるね、このシリーズは非常にわかりやすいね、ものになっておりますんで、まあ、もし、まあ、見るチャンスがあるならば、それもまあ、手に置いててもいいかもしれませんけども、それ以外の、特にその下ね、塩見先生ってね、これ民法の大先生であるんですけれども、なんていうか非常にわかりやすい話をわかりにくくするプロですんでね。なので、非常に読んだらわかりにくいね、そういう本になってると思います。なので、ちょっとこれは、手を出すのは危険というね、そういうものかなということで、まあ、ある程度ね、プロっぽくなってきたらね、この塩見先生の本を読んでもいいかもしれませんが、初学者でやると大やけどしますんでね。なので、ちょっとここは気をつけておいた方がいいかなというね、感じがします。はい。まあ一応それ以外のね、ところはもうほんまにほとんど見ない。ただ、ちょっと学者の本の中で実務家が一目置いてるのは、この中でちょうど真ん中あたりかな。我が妻栄というね、名前がちょっと真ん中よりちょっと下あたりに出てくるんですけどもね、我妻って書いてね、で、栄の字が旧字体になってますけれども、この我が妻先生の見解は、実務家、特に裁判所がすごく尊重する傾向にあります。判例がないときに、判例がなければ学説で、学説はゴミと言いましたけれども、学説のゴミの中でもまだキラッと光るゴミみたいなね、そんな感じになるのがこの我が妻先生でありますね。なので、まあ、我が妻先生の見解は、もしかすると皆さんには自説にしていただく可能性がね、一部あるかなと思ってください。なので、この参考文献の中でね、まあ、ちょっと目を通す価値が、今の段階でね、通せるとしたら佐久間先生か、あるいは若島先生かぐらいかなというね、そんな感じで持っとってください。はい、まあ、あまり深入りはしないようにね、していきましょう。はい、さあテキスト1ページ目か、ようやく中身にね入っていく感じになりますが、はい、一応前半、だいたい85分で1回休憩10分というね、そういうペースでやっていきますんで、残り30分ほどでね、前半ちょっと終わりにしていこうかなと思います。はい、テキスト1、早速入っていきましょう。民法総則ということで、まずはちょっとね、第1編か、ここの中でもとりわけ33ページまでが言葉の学習と割り切ってください。まあ、33ページどころかもうちょっといきますけども、基本的にまずね、言葉の学習というね、ちょっと割り切っちゃってください。はい。ということで、まあ、一応1ページからね、しばらく言葉の学習だぞ、というね、そういうことで、横1、民法とは何かね、ここからちょっと入っていきましょうか。はい。ちょ、ランクとしては B でいいかなと思いますけれども、民法ってまず何だろうというね、これから学習する民法ね、これのちょっとした特徴をね、捉えていこうかなと思います。で、全体構造編聞いていただいた方には、なんだその話かというふうになりますけれども、とりあえず全体構造編のちょっと復習みたいなね、そういうところも入ってます。まあ、全体構造編見てない方はね、ここのところね、ちょっとまあ、一緒にもうやってしまおうというふうに思っていただいたら結構です。はい、ということで、まずは民法とは何か書き出しからちょっとね、解説チェックちょっと入れといてください。民法とは、で、次の行、司法の一般法と、いうところにでも解説してくれておいてください。でもここでね、ちょっと専門用語が私法、司法というのと一般法というね、二つが入ってまして、それぞれの言葉の意味ね、ちょっと掘り下げていこうかなと思います。で、まずは私法、司法とは何か、5行目、まずの後に解説チェックを伸ばしておいてください。私法とは、人と人との関係についてのルールを定めた法と。はい。ということで、まあ、これ、人と人というね、そういう形にしてますけれども、一般人と一般人というふうにね、思ってください。まあ、一般の皆さん、市民ですね。一般市民と一般市民の間の、まあ、ルール。で、このルールというね、書き方が分かりにくければ、法律って何のためにあるかというと、トラブル。これを想定してあるんでね、一般市民間のトラブル。これに使う法律と、こう思っててください。いいですかね。一般市民間の喧嘩。そこに適用できるルールが、私法というふうに思ってください。で、これが、私法の反対で公法というのがあるんですけどね。公法というのはこれは、憲法とか行政法をね、指してるんですが、一般市民と相手が権力というね、こうなるのが公法というね、そういう分野でして、ちょっとこれね、領域が違うぞというふうに思ってください。とりあえず皆さんしばらくね、このライブクラスでは民法、商法、民訴法とね、私法系がずっと続いていきますんでね、まあ民訴法は厳密には司法じゃないと言われますが、とりあえず私法、市民間のルールというね、そういうふうに持っとってください。はい。ということでまあ、このね、これここに来るまで皆さんはね、契約トラブルなく来てるんでね、とにかくルール意識することはありませんでしたが、例えば買ったんだけれどもね、商品ね、炭酸水の炭酸が抜けてたとかですね、いろんなケースがあるわけですね、そういったトラブルの時に使うのがこの民法であるよと、こういうふうにね思ってください。相手が約束守ってくれないどうするとかね、いろんなルールね、ありますけれども、とにかくまあね、人と人との間のルール、これを定めているものと思ってください。じゃあ一般法って何だろう。
これが次のね、お話でして、一般法ということで、下から二つ目の段落、次にの段落ですかね、そこに解説してくれちゃえばいいかなとは思います。はい。で、次にのところね、ここにも解説口を入れておきましょう。一般法とは、で、これちょっと飛んで、一行目の末、対義語となるのは特別法であり、特別法とは特定分野についての特別に規律した法律のことを言う。で、二行下降りて、そこでの後、まずは特別法が優先的に適用され、特別法に規定がない場合に一般法が適用される。はい。ということで、まあ、この一般法って何かっていうと、特別法がない時に使われるルールと、こう思ってください。いいですかね。特別法、これがある時は特別法優先。特別法ない時に使われるのが一般法というね、こういう理解だけで結構ですんでね。なので、民法とはとにかく一般法だ。ってことは、特別ルールがあれば特別ルールが優先。で、何が特別ルールになるかというと、まずは契約です。契約が具体的に民法と違う定めしてたら、それが特別ルールだということで、特別で民法を優先する。民法よりも契約優先。からそれ以外にも商法。これ民法の特別法ですんで、商法適用であれば、まずは商法優先というふうな感じになりまして、民法はそれらが使われない時の最後の、まあ、ピラミッドの土台と思ってください。いいですかね。ピラミッドの上の階にね、契約とか、あるいはこうね、特別法というね、商法とかあったりすると。で、その特別法とか使われない時に一番最後のね、土台の1階部分が使われると。こういうふうにね、理解しておけばいいかなと思います。はい。ということで、まあ民法と何ですか？一般市民間の一般法と。いいですかね。一般市民間に関する一般法というね、そう思っておいてください。はい。さあ、2ページ行きまして、民法の形というね、そういう、ページのところに行きたいと思いますが、横の2番、民法の形は、形というね、あまりタイトル追いかけなくてもいいかなと思います。で、民法って、まあ、言い換えたら、何を定めてるののね、言い換えです。で、一般法とね、言いましたけど、何を定めてるか、民法で定めてることぐらいのね、そういうイメージで結構かなと思います。はい。ということで、まあ、横の2番、民法で定めてることぐらいのね、そういうタイトルと思っておいてください。一応、楽にね、ちょっと上げておきましょうか。はい。で、民法が定めていることは一体何なんですかと、端的に行くと3番です。法律関係とありましてね、3番、括弧1。書き出しからここに解説口と入れておいてください。民法は市民社会における法律関係のすべてを権利およびその裏返しとしての義務という概念を用いて表現していると。はい。ということで、まあ民法を定めているのは権利義務ですね。で、請求者から見たら権利、相手から見たら義務という感じになります。例えば今日一緒に最初、冒頭で見ました562条ですね。これ買い主の追加請求権と書いてますね。これ、買い主から見たら、追加請求権という権利ではあるんですけれども、売り主から見たら、追加義務ということになります。いいですかね。請求受けたらやらなきゃいけない、追加義務という感じで説明することができると。ということは、これ、請求、まあ、権利ですね。権利と義務というのは裏返しと。権利者から見たら権利、義務者から見たら義務、単なる裏返しと、人と視点をね、入れ替えたらね、裏返しになっているものでありまして、まあ、これとにかく裏返しというふうに思っておいてください。権利と義務は裏返しであるよと思っておきましょう。はい。で、その権利に関して3ページ行きまして、括弧の2。はい、物件と債権の2つの権利がね、民法上規定されていると思っておきましょう。はい。括弧の2、2行目からよかったら解説してくれておいてください。ある人が、ある人に対して特定の行為を要求する権利。で、このような権利を債権と呼ぶと。で、債権に対応する相手方の義務を債務と言うと。はい。まあ、権利と義務裏返しで、債権と債務も裏返しと。で、この債権の債の字は、人に対するというところをポイントに持っておいてください。人に対する権利と思っておくれば結構です。まあ、正確な意義はだんだんね、詰めていただいたら結構ですが、今の段階でとにかく人に対する権利と思ってください。だから、先ほどの板書した中でいくと、債権ですね。はい、売り主、買い主ですね。売買でいくと、売り主は買い主に対して代金くれと言える。で、この代金くれは、B にしか言えないと。いいですかね。この債権の特徴は、特定の人にしか言えないと。これです。買い主が B だ。で、B が払わないから、B の親御さんに請求と。これやったらヤクザですからね。いいですかね。あくまでも特定の人にしか言えないと。いいですかね。B が払わないからで言って親御さんまでね、一六老頭ね、そこまで全部請求すると。そこはさすがにできませんと。ということで、これはあくまでも特定の人に対してが債権の特徴と。同様に B の A に対する請求も、売り主に対してしか請求できないと。これが最大の特徴と思ってください。はい。ということで、まあ、債権というのは人に対する権利、特定の人にしか言えない権利と、裏返すとそういうことだというふうに理解しておくといいかなと思います。
はい、それに対して物件というのはそういうものじゃないぞと思ってください。民法は以下解説しく続けておいてください。債権の他に仮括弧物件という権利、これがあります。でちょっと飛んで、人が物に対して有する権利で、物件は物を排他的支配、直接的に支配することができる権利と。はい、ということで、まあ物件は物に対する権利ですからね。だからこの物件というのは、この売買でいけばこの土地についての権利と。ですかね。この土地についての権利と。で、この土地ですね。A が俺が支配者だって言って、この土地が嫌だというわけがないんでね。これは債権だったら相手が嫌だというふうに言う可能性はもちろんあるんですけども、物件に関しては相手は物ですんでね。いいですかね。なので、物に対する権利、基本的に物が嫌だとかね、拒絶することは通常ないぞということで、この物件についてはね、直接的排他的、これまあ全体構造編でもねちらっと言ってますけれども、またこれは後ほどねすぐそこに飛びますが、自分の意思だけで何とかできるというね、そういう権利になってくると思ってください。はい、ということでちょっとね、この後物件の話に飛びますんでページ若干飛びますけれども、はい、括弧の2ですね、物件と債権というところで、ちょっとここでもうね、ページ270に飛ぶということで、ちょっと P270 というメモね入れておいてください。はい、今物件のところね返してくれましたけれども、矢印 P270 というふうに書いておいてください。で、今日テキストもらったばっかりの方は多分270ページ持ってると思いますんでね、270ページ一気に飛びます。はい、物件についても先にやっちゃおうということで、はい、270ページまで飛んじゃってください。はい、物件って何だろうというね、この話をちょっと詰めます。債権は人に対する権利なので、特定の人にしか言えないというね、そこが特徴だったぞというね、そんな話でありましたが、はい、第2編の物件、物件相続のところですね、そこにちょっと入っていきましょう。物件の特徴ね、ここで捉えていこうかなと思います。はい、第1節の相続とありますが、横1物件とは、横1を A にしときましょうか。はい、横1を物件、物件とは、また関数字の1のことを横1と言います。で、アラビア数字1のことを縦1、縦2とね、言ってきますんで、ちょっとそこは言い回しのね、ちょっと特徴としていいか、講義のちょっとね、時間稼ぎとして言ってると思っとってください。はい、横1物件とは、ね、これ A ランクにしていただいた上で、物件の意義もう一度解説してくれておいてください。縦1です。物件とは、物、物を直接的、排他的に支配する権利と。で、物の支配、支配するというのはどういうことか、次の行。物を支配するとは、使用、権能、収益権能、処分権能を総称的に支障するもの。はい、ということで、ちょっとここね、また言葉の整理と思っとってください。物に対する支配権ですね、物件というのは基本的に物を支配する権利、はい、ちょっともう言葉の学習と割り切ってください。使用、収益、処分、この3種類です。で、3つともあるのが所有権と思ってください。すべて持ってるのは所有権だけです。所有権、ね、これ3つ揃って初めてね、所有権と言えます。使用権、収益権、処分権、ね、使うですね。これはなんとなくわかりますね。皆さんが6本持ってると、6本を読む自由だよと。使用ね、収益、金稼ぎと思ってください。例えば6本を使って人に1日5000円で貸すとか、誰も借りたくないでしょうけどね。とりあえずまあそういった形でお金に換えるというね、金儲けする、これ収益と思ってください。まあとりあえず使用、収益、まあ一応例としてこれを貸すにしときましょうかね。はい、処分、これはもちろん文字通り捨てるもいいですし、売る、これを入れてます。あるいは担保に入れる、これも入ります。もちろん文字通り捨てる、これも処分と思ってください。で、この使用、収益、処分の全部を持っているのが所有権と思ってください。で、物件の中には一部しかないものがあります。使用、収益だけの権限しかないものとかね、処分権だけしかないものとかね、物件の中にはこの一部しかないものもあります。で、完全なものは所有権だけというね、こういう理解をしてもらえたらいいかなと思います。はい、ということで、まあそのまま行きましょう。物支配するとは使用、収益、処分ですね。こう書いてますけども、所有権はこれ3つとも持ってるよというね、そういうふうに思ってください。はい、でそのうち、直接的に支配、排他的に支配ということで、直接的どういうことか2番に続けて返してくれておいてください。括弧1、直接性、
他人の行為介在せずに自己の意思のみに基づいて物を支配できること。はい、ということで自分の意思だけでというね、自分の意思のみでのところをキーワードと思ってくるくるくるっと囲っておいてください。はい、自己の意思のみで、はい、自分の意思だけで何とかできるということで、はい、具体的にいきましょうか。 A さんが土地持ってると思ってください。まあ、自分が A と思ってください。自分が持ってるということは使うときに誰の許可もいらない、貸すときに誰の許可もいらない、処分するときに誰の許可もいらない。いいですかね。支配イコール使用収益処分ですから、使用収益処分について誰の意思、これも要求することはならない。自分の意思だけで決めれるというね、そういうことと思ってください。自分の意思のみで使用収益処分、これができると思ってください。これが直接性と思ってください。はい、ということで、まあ直接性、自分の意思のみで、はい、ということで、まあ A の所有、これはイコール自分の意思のみで使用収益処分できると。はい、支配使用収益処分なんだけど、排他的支配ってどういうことか、これ次です。括弧の2番と思ってください。はい、で括弧の2番271ページ、今の板書終わった方からで結構、もう少し板書時間取りますんでね。自分の意思のみでという言葉の性質、まあ、しばらく言葉の学習とかで聞いておいてくださいね。はい、271ページいきまして、括弧の2、排他性、これもよかったらさっとチェック入れておきましょう。排他性、一つの物件存在する物の上には同じ内容の物件は成立しえないと。はい、同じ内容の物件を排除するというね、それが排他性と、こう思ってください。 A の所有ということは、A 以外の所有はありえないと、こういうことになります。これ排他性と。現時点ですよ、現時点で A が所有するイコール現時点で A 以外の所有はありえないと。ちょっと時点をね、これまあ一応入れとくとより分かりやすいですけども、はい、現在 A が所有するイコール現在 A 以外の所有はありえないと、こういうことね。これが排他性と、こう思ってください。はい、 A の所有権があるイコール A 以外の所有権は排除するというね、排他性と、まあそういうふうにも言うことができるかと思います。はい、ということでこれかなり強い権利と思ってください。直接自分の意思だけで他人の権利を排除する、強い権利です。極めて強い権利ですので、できる限り分かりやすくしようというところであります。で括弧の2、下から2行目続けて返してくれておきましょう。米印のところの3行目になりますが、返してくれておいてください。物件の排他性から取引の安全確保するため、物件の内容や帰属を外部から認識できるような工夫、工事方法、177、178がなされていると。はい、ということで、まあ、とりわけこの中で登記といわれる177ね、工事とありますけれども、ちょっと今の段階で中身までは結構です。中身はね、しかるべきところでありますけれども、登記がいると、こう思ってください。不動産、要登記と。不動産については要登記と思ってください。177条の、ね、正確な理解はまた、後ほどやりますけれども、不動産については要登記であると。なぜ登記がなかったらどうなるかというと、さあ誰の権利かわからないということになります。誰の権利かわからないけれども、俺の物件だけどいらないとかね、そういうやつが出てきたらどうすると。これが取引安全でね、ちょっとまあだんだん民法のね、中身入ってきますけども、これ、工事をしてないと、怪我をするかもしれない。取引の安全害するかもしれないと。これ理由をね、ちょっと軽く言っておきます。実際には A 所有なんですけれども、登記ね、カタカナのとにしますが、もし登記というのがないと、悪いやつが出てくるんです。本当は A 所有分かってるんだけども、
俺の土地いらないとか言って C に話持ちかけるやつね。さあ、この時 C さん、本当に B の所有かどうかってどうやって確認したらいいですか。登記という制度がなかったらどうしようもないですね、これね。現地行ってもさら地、何も書いてないと。え、誰の所有だろう、わからないと。これだと B さんから言われた C ね、やばい土地をつかまされるという可能性がありますので、これ取引の安全害すると。いいですかね。取引によってやばいものをつかまされるとかね、取引によって損害被るという可能性ありますね。いいですかね。けどもし登記がなければ、この B のような悪い地面師と言います。これね、だいたいこう地面で悪いことする人ね、地面師と言ったりするんですけども、まあそういう奴らの悪さを防げないんですが、登記があるとどうでしょう。 C はこんな風に言われた B、そうなんいうことで登記見に行けばいいわけですよ。登記見に行けば、あ、これ C の、B のものじゃないなと、あ、こいつ嘘ついてると、買わんとこうということで、怪我するのを防げると。取引の安全確保。いいですかね。取引から怪我するのを防止。いいですかね。取引の安全、怪我するのを防止というふうに持っていただいたら結構ですけども、はい。これ、登記があることで、C さんは、はい。登記確認すれば、怪我しなくて済むと。こういうことになります。はい。これが登記の取引安全というね、そこに関わるお話と思ってください。やばいやつから買わなくて済むと。やばいやつからには限りませんが、はい、やばい不動産手にね、しなくて済むと。はい、ということで、まあ不動産に関する登記の話ね、ちょっとここで、具体的な事例ね、C の立場で考えてみてくださいというね、それが分かれば OK かなと思います。はい、でここでまあ物件と債権比較できまして、3番債権との区別ということで、271ページ、メモ終わった方から次の解説チェックの準備になりますが、まだね、ちょっとメモ取ってらっしゃいますので、もう少しゆっくり、第1回目ですんでね、その辺はちょっとゆっくりめということでやっていきますが、はい、この C の登記があることによって確認して、やばい取引をしなくて済むというね、その構造をちょっとね、理解しておいてもらったらいいかなと思います。はい、債権と比較しましょう。3番債権との区別ということで、1行目さっと2行目かけてね返してくれておきましょう。物件が物を直接支配する権利であるに対し、債権とは特定人、債権者が他の特定人債務者に対して一定の行為を請求する権利と。はい、ということで、もうこれね、他の特定人ということで、もう特定の人にしか言えないというね、これを大ベースにしておいてください。大前提としてはね、ここ特定の人にしか言えないというね、これが物件の最大の、債権の最大の特徴と思ってください。はい、でそれ以外チェック入れない箇所については、この教科書ね、皆さんね、今後も学習するときも同じでありまして、テキストにチェック入れてない箇所は基本的に流し読み中がね、覚えるという対象から外す、今の段階ではね、飛ばしていただいて OK よと。まずはこのチェック入れた箇所をまず納得するというね、それができたら、それ以外のところは興味あれば読んでいただいても結構ではありますけども、覚えるモードから外してもらって結構です。とにかくチェック入れた箇所のみね、集中して押さえるという感じにしておいてください。はい、さあその後にこの2番入りまして、物件についてはこんだけね、強い権利なんで、契約であれこれ強い別々の権利ができてきても困りますんで、ちょっとここは横の2番、物件は必ず法に定めると、法に定めたものしか認めないというね、こういうルールがあると思ってください。はい、横に括弧1、書き出しからちょっと返してくれておきましょう。物件は民法をはじめとする法律で定められたもの以外は当事者が合意で創設することができない、で物件法定主義というと。はい、ということで、まあこれ例えばです、仮にですよ、物件を合意で作られたらどうなるかっていうのを、これ具体的に考えてみてください。例えばですけどもね、ある土地について野球をする権利なんかを物件だというふうに言った場合どうするかです。ある土地で野球をする権利、これが物件として存在したとしたらどうなるかですけども、野球言うてもね、7人制の野球なのか9人制の野球なのか、それもあるしね、 DH 使うのか使わないのかもあるしね、あるいは何回表で終わりとかですね、そういった話もあるしね、これ野球をする件で言うても、具体的な内容は結構曖昧になるんですよ。これ合意、人の話し合いで決めたことってのはどうしても曖昧なものが残る。曖昧なものが残りますんで、あ、この年野球できるんだと思って、その野球できる権利買った人が、実は6回ぐらいしかできませんでしたかね。この風になってくるとやばいなということで、合意で創設すると曖昧になりやすいと。これがあるんで、法律で明確に決めようと。合意で創設、これね、なぜできないかというと、曖昧になりやすいからというね、曖昧になると第三者が買うときに困るというところが出てくるね。曖昧だと第三者が困る、
はい、これが一つね、この物件法定主義の趣旨理由というふうに思ってください。はい、ということで、まあ趣旨理由272ページ、はい、ということで、まあ一応ね、3つほどね、趣旨として書いてありますけれども、とりわけ丸の2と思ってください。丸の2、はい、丸の2に返してくよかったら入れとくといいかなと思います。物件は絶対性配達性有する権利、物件内容を限定して内容を確実化しておかなければ取引の安全を害し第三者に不足の損害を与えてしまう恐れと。はい、とりわけ曖昧だと取引の安全害すると思ってください。キーワードは2行目の取引の安全と思ってください、ね、キーワードは取引の安全と思っていただくと結構です。はい、とりあえず曖昧だと第三者の不足の損害というね、そういったリスクがあるよというね、これが分かればいいかなと思います。はい、その他流し読みですので1と3覚えなくていいというね、そういう趣旨ですからね。なので1と3については気になっても覚えようなんてね、決してしないようにしておいてください。はい、でまあ物件についてまあこんだけね、むちゃくちゃ強い権利ですんで、できる限り法で明確に定めよう。で、民法で定めている物件、これが2番のところで並んでおりまして、はい、一応ね、民法の物件なんですけども、一番下の占有権、これだけ仲間外れと思っててください。なのでまあ一番下の占有権ですね、これについては特殊な物件と思っててくださいね。一番下の占有権は特殊な物件ということで、これ仲間外れというふうに思っててください。で、基本的な物件といった時にはこの占有権除いた上、これをね、普通の物件と、普通の物件いうときには一応上の方というふうに理解しておいてもらったら結構です。はい、でその物件の中でも一番こう代表格というのは1行目の後半、所有権ということで、これも全面的使用収益処分全部あるというね、これが一応所有権であるぞと思ってください。はい、それに対して所有権以外は全部くくりとしては制限物件となってますね。何が制限かというと、使用収益処分の一部のみというね、そういう制限かかってるんです。使用収益処分の一部のみ、これが制限物件と思ってください。で、用益物件は使用収益の2つだけ、ね、用益と思ってください。で、担保物件は処分権だけとかね、そんな感じでちょっとね、類型が書かれてきますが、まあ、ここの分類分けは民法全体学習後ということで結構ですんでね、今の段階では、とにかく使用収益処分の全面的権利が所有権だというところをね、理解しておけばいいかなと思います。はい、ということで2番、枝分かれ図書いてありますけども、1行目だけ返してくれておいてください。全面的物件所有権というね、これだけ入れておいてもらったら結構です。で、それ以外について、それ以下か。273ページまでのところについては2週目でコメントをね、入れたらいろいろかなと思いますので、1週目のところはパスという扱いにしておいてください。はい、どんどんいきます。274ページ、第2節で物件の着体というね、そういうテーマが上がっておりますけれども、はい、別に物件の着体というね、覚えなきゃいけないかと、横の位置、ランク、C ランクで流し読みしてもらったら結構ですんでね、横の位置については気にしないでください。はい、現状物件の着体は物じゃないといけないというね、丸の位置、一応このルールはありますね。まあ、丸の位置だけ解説書入れるなら入れといてもらったら結構でしょう。物、すなわち有体物、有体性85と。はい、物件というからには物じゃないといけない。物ということは、有体物、固体、液体、気体、このどれかと、こう思ってください。なので、まあ、気体でもね、とりあえず一応物というね、そういう扱いにはなりますが、とりあえず有体物とね、これが物件の着体と思っておきましょう。はい、2、3、4、5、流し読みでもほっといてもらっても結構かなというね、そういうところでしょうか。はい、で、この物の着体ですけれども、基本的に横の2番ですね、一物一見主義というね、こういうまたルール、これも言葉の学習と割り切っちゃってください。はい、で、これ一物一見主義という、まあ、言葉からすると、一つの物に一つの権利という、そういう読み方ができそうですが、ちょっと最初の理解としては、こう理解しておいてください。一物件一物主義と逆の理解しておいた方が正確です。はい、横の2番、一応ランク B にしますけれども、一物件一物主義と思ってください。はい、一物件一物主義ということで、これで分かりましたかね。一つの物件の対象は一つの物じゃないといけないというね、そういうことで、横1縦、横2か、縦1。一物件一物主義、解説してくれるならこういう形で入れといてください。一つの物件の着体は一個の物でなければならないと。こういう意味です。なので、漢字の意味を追いかけると大変だぞと。漢字の意味ではなくって、正確な意味をね、理解しておくといいかなと思います。はい、でこの一物主義の言い換えは2番丸の1でして、解釈さらに入れておいてください。1個の物の一部には独立の物件存在し得ない独立性、
例えば家の柱の一本だけを他人譲渡することはできないと。ね、嬉しくないですね。柱一本もらったところに何になるんだというところでして、一物ね、あくまでも一個の物じゃないといけない。から丸のにも入れときましょう。数個の物に対して一個の物件存在しないのは大性と。はい。ということで、まあ一応ね、複数の物に1個の物件。これは無理よ。ということで、基本的に1個の物。ね。これが客体だと思ってください。はい。で、その理由というのは3番のところで丸の1以下ね、チェック続けておきましょう。5つ、丸の1でいいかなと思います。物の一部や物の集団の上に1個の物件を認める社会的必要性がない。から丸の2。工事方法がない。で、次の行で取引の迅速安全害する。はい。工事方法がない。工事がないんでね。なのでさっきの冒頭戻ります。俺のボツだけどとか言ってね、売りに来るやつそこから買わされる羽目になぜかもしれないからと。いいですかね、ここ複数の物に工事ができないと。一個の物にしか工事ができない。これ現行法上の限界だと。複数の物まとめて売りに来た時に複数の物まとめての所有権というね、これの工事を確認する手段がないから取引の安全害すると、まあ、そういう関係と思ってください。はい。ということで、まあ、必要性ない。いいですかね。まあ、とりあえずもっとわかりやすくすれば、一本の木だったらそれは取引の対象でわかりますよ。でも一本の木の枝一本、こんなものね、誰がそのね、欲しいかというと欲しくないよと。必要性のところでね、そこでなんとなく理解できるところだと思います。はい。さらに一本の木の一本の枝、そんなものにどうやって工事すんねんというね、そういうところで、これも同じようにまあ、取引の安全害するなと納得できるね、ところかなとは思います。はい。でも逆に言うと、これ法律の世界にね、種子ってのがありまして、種子を害さなければ例外ありという感じになりまして、4番このまんま解釈伸ばしておきましょう。社会的必要性があり、工事方法があれば、一物一件資源の趣旨に反しないと。で、例外的に、物の一部に物件設定できる。から、集合物に一個の物を設定できる。で、独立性の例外で、括弧 A。これにチェックしておきましょう。一筆の土地の一部と。はい。ということで、まあ、一応、土地のことをね、数えるときに、一筆、二筆、筆というね、これで数えるというのが一応の数量値としてね、固定されているところであります。で、これ、土地はやっぱりね、土地の一部でも、すんごい、うん万円、うん千万円とね、これ都心部だったりするとね、1万円札敷き詰めるよりも高いというふうに言う部分が結構あったりするわけでして、なので、畳1畳分だけでもね、すんごい、うん百万円、うん千万円と、一部であってもやっぱ取引対象にはなるし、かつ、工事としてはどうするかというと、分筆というね、そういう手段があると、こう思ってください。工事については、理由の丸の1、丸の2かな、あ、丸の2じゃない、米印ですね。米印のところをちょっとね、返してくれとけばいいかなと思います。分筆した上で登記すればいいと。はい、丸の2の下の米印ね、1行目のマス。工事については、分筆した上で登記すればいいというね、そこにしてくれとけばいいです。分筆した上で工事すればいい。一番下の行ね、そこにしてくれとくといいと思います。はい。なので、まあ、工事ができるから、まあね、これ取引の安全も害しないかなというね、そういうことで、まあ、OK と言っていきます。はい。276ページの括弧 BC は C ランクで今を置いといてもらって結構です。で、これ C ランクで指示しているところは、入門では論文の対象じゃないからねという、そういう合意ですからね。なので、論文対象じゃない以上は今はパスという扱いでも構いませんのでね、そこを抑えるならば担当のね、勉強を始めた時という理解でいいかなと思います。はい。括弧の2番についてもね、今の段階では飛ばしていただいてもいいかなというね、感じでしょうか。括弧の B についてはテキスト1のラストでね、見ていきますんで、テキスト、括弧の B か。括弧の B については集合物譲渡担保。集合物譲渡担保ということで、ここだ。P557 と書いておいてください。括弧の B については P557。これで結構です。で、括弧の A についてはもうね、C ランク、今の段階で保留という形で結構かと思います。はい。ちょっと物件の途中ではありますけれども、若干ちょっと前半ね、これ以上やると前半が長くなりすぎるんで、一旦ちょっとね、休憩取る形にしましょうか。物件の続きちょっと見てからね、後半という形にしていきたいと思います。はい。ということで、まあちょっとね、10分ほど休憩取ってください。はい、そしたらぼちぼちね、後半の方に入っていきたいと思います。物件のまあ続きからというね、ところになりますけれども、まだね、ちょっと具体的な事例でどうこうというね、問題解いていくという感覚のところはまだ出てきませんが、まあ今日の後半ぐらいからね、少しずつ出てくるかなと。まあ一応この、第1回の後半ですね、そこから少しずつ出てくるかなと思ってください。あとまあちょっとね、レジュメ等に関してちょっと冒頭で言っときゃよかったんですけども、レジュメ以外にちょっとね、教室の方には、合わせて復習用教材ですね、論文用
用の、復習用チェックシートなるものね、これも一緒に、配布されているかと思います。こちらの使い方についてはまた後ほどね、お話ししようかなと思いますけれども、論文で重要なところですので、いわゆる B ランク以上と思ってください。B ランク以上に関する、どうしても覚えておかなきゃいけないところとかね、そういったところが多かったりするところではありますけれども、この使い方とはね、また今日の、第1回のラストでね、ちょっとお話ししようかなと思いますんで、こちらについてもね、ちょっと今日、第1回目の最後にね、参照できるようにしておいてもらえたらいいかなと思います。あと、この、条文の、重要条文番号というね、これもまたちょっとね、一覧表置いてますけれども、これもまた、今日のね、1回目のラストでお話をしようかなと思いますんで、ちょっとこれね、2つとも、全部で3通になりますけども、基本的にこれ毎回持ってきていただく必要はありませんので、こちらについては復習時にね、随時参照いただければいいかなと。で、ここの内容でよくわからないとかね、それももちろんご質問いただいたら結構かなと思いますんで、どんどんと遠慮なくね、聞いてもらえたらと思っております。はい、早速ですね、ちょっと前に進めるということで、テキストちょっと、物件のところで飛んでしまいましたけど、277ページね、ここまでちょっと飛んでいきましょうか。はい、物件の効力ということで、全体構造編の復習的なね、部分も多かったりしますけども、一応物件、一応人に対する権利じゃなくて、物に対する権利だよと。で、直接的、排他的で強い権利だぞ。から、工事がいるよとかね、その話をしていきましたけども、はい、物件は物件で、こういうふうな効果ですね、物件に関する効果、これが第3節と思ってください。物件についての効力とありますけれども、効果ってね、物件があるというのはこういう効果があるというね、こういうものでもあるということで、物件に関する効果というね、理解でもいいかなと思います。はい、ちょっと個別的にランクを入れていきます。横1は特にノーチェックで結構です。で、横の2番 A にしといてください。はい、優先的効力ということで、物件同士の優劣どうやって決めるかとかね、債権と物件どういうふうに優劣決めるかということで、これ優先的効力はこれ言い換えると優劣決める基準というね、そう思っとってください。優先するかどうかね、優劣決める基準とでも思っとってください。はい、さあ物件同士ということで、具体的な事例でいきましょうか。はい、A が持ってる土地について先にC が買ったんだけれども、その後 B が買ったと。さあ、この時に、この土地について、所有権欲しい B と C、対立してますね。どっちが優先？これがまず、縦の位置のお話と思ってください。はい、物件に関してね、B と C、どっちが優先するかと。先に買った方が勝ち？というのも一つの考え方でありますけれども、物件については強い権利だからどうする？言うと、公示というのを要求しましたんでね、公示で優先決めるというふうに思ってください。はい、どっち優先するかということで、縦の位置、物件相互間の優先的効力ということで、縦の位置、タイトルから解説してくれておいてください。物件相互間の優先的効力。で、これは米印に入れておいてください。取引安全のために公示の原則が採用されている結果、優先的効力は実際には公示、すなわち、不動産では登記177、動産では引き渡し178を先に備えた方が優先すると。はい、ということで、物件については工事先に備えたもん勝ちというね、そう思っててもらえたら結構でしょう。はい、そこは実際に不動産買ったことのある人だったらわかると思いますね。不動産買った時にですよ、金だけ先に払ってとかね、そんなバカなとね、先に登記備えとかないと危ないぞということでね、ここは物件ね、買った時には登記備えて初めて自分の権利と主張できるというぐらいのね、ものすごく重要なものと思ってください。はい、ものであれば引き渡しね、動産と書いてますが、動産と不動産また後ほどやりますが、不動産読んで字のごとして動かない土地と建物と思ってください。土地と建物ね、これ不動産と思ってください。立ち木なんかも不動産の一部にしたりしますけれども、またこれは後ほどね、別のルートでお話をしましょうか。はい、で、動産、これは不動産以外のすべてということで、皆さんの手元にあるものは全部動産ですね。お姉さんの周りにあるテキストもそう、それから六法もそう、それからペンもそうね、全部が動産というね、そんな扱いでして、これらは動産買った時には引き渡し、これを先に受けた方が勝ちと、いう風に決めていこうじゃないかというね、こういう話になります。はい、さあその次2番、次のページ行きまして2番、はい、物件と債権との関係ということで、はい、 A の持ってる土地について今度、はい、債権になりまして、逆の方がいいな、すいません、こうしよう。
1L としましたが、これ賃貸借と思ってください。レンタルね。S はこれ売買でセル。セルね。売買。これを指してます。で、L はレンタル。賃貸借と思ってください。はい。賃貸借はこれ債権というね。これはもう、なんでなるかもしれませんが、賃貸借はもう債権だと。これはもうね、もうどうしようもなくね。これ借り主は、貸主に対して使わせてくれと言えるだけだと。賃貸借は債権だと。こういうふうにね、ちょっと思っとってください。他方で B は物件買ったと。はい。この C と B どっちが優先するか。というと、基本的に物件優先と思ってください。物件の方が強いということで、もうこれは、こっち優先が原則と。はい。先に借りた C は、かわいそうですが、原則論からすると負けますと。これちょっとね、原則論ちゃんと持っておいてください。はい。2番、括弧1。2番、タイトルかな。はい。板書終わった方から解説チェックにしといてもらえたらいいかなと思いますが、物件と債権の間ではこちら、物件優先というね、こうなります。はい。2番、タイトル返してくれときましょう。債権との関係における優先的効力。で、次の行。同一物について物件と債権が競合する場合には、その成立の前後に関わらず物件が債権に優先する。で、これを通称名に行者降りて、売買は賃貸借を破ると。こういう言われ方をします。はい。ということで、まあ、物件は基本的に債権に優先するというね、こういう扱いではありますが、ただし賃貸借でまた詳しく学習します。一部賃貸借は物件に優先するというね、そういうことで、括弧の3、例外とありましてね、例外1行ちょっとチェック入れておいてください。例外不動産賃借権で4条目の末、605、借地借家1031とありますが、括弧の3は賃貸借学習後とメモを入れておいてもらったら結構です。とりあえずまあ賃貸借学習後に合わせて返してくれるなんてめんどくさいんでね。とりあえず今の段階でチェックを入れましたけれども、括弧の3は賃貸借学習後というメモで入れておいてもらったら結構ですので、一部だけ賃貸借は売買に勝つという時が出てくるというね。まあそこまで、だいたい18回目ぐらいね、ようやく賃貸借にたどり着くかなとは思いますけれども、605とかもう今日の段階も条文引かなくて結構ですんでね、とりあえずまあ以前に勉強したことがあるとかね、そういう方で、まあちょっと見とこうという方はぜひね、見といてもらったら結構かとは思います。はい。ということで、まあ、優先的効力、ね、物件と債権ね、物件優先というね、そこもちゃんと持っといてください。はい。で、それよりももっと大事、ね、もっと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 大事とね、もう超大事と言ってもいいかなというのが次の横の3番でして、ランク本当あるんだったらトリプル A ぐらいつけたいね、それぐらい超重要なお話と思ってください。はい。横の3番、まあ、とりあえずダブル A にしときます。はい。物件的請求権ということで、民法の問題2問あれば1問はこれです。いいですかね。それぐらいもう物件的請求権の問題は2問あれば1問というね、それぐらいのところになりまして、でこれを得意にできるかどうかで民法の合否が決まるというふうに言ってもおかしくないぐらいのね、それぐらいのまあ超重要なところかなと思います。はい。まあ相続入るとね、相続でまあ民法の前半ね、民法相続と言われるところ入ればほとんどこれね、物件的請求権で見ていくとかね、そういうのも出てきますんで、なのでまあここをね、まずはベース中のベースということで、まあこう、なぜ270ページ以下を先にやったかと、ここを先にやりたかったってね、それがあるんだというふうに思ってください。はい。ということで、まあ、物件的請求権ということで、まあ、これ超重要な話でして、縦の1ですね、解説チェックちょっと入れておいてください。物件の円満な支配状態が妨害され、またはその恐れがある場合、あるべき状態の回復、または妨害の予防を求める請求権と。はい。ということで、まあ、とりあえずね、あるべき状態の回復、または妨害を求める請求権ということですが、物件、基本的にはこれね、もともとどんな権利というと、直接的権利。いいですかね。自分の意思に基づき何とかできると。こういう権利です。はい。ということで、まあ、これ、もともとの話からいくと、物件の直接性、こっから入ります。物件の直接性、自分の意思だけで何とかできるとはいうものの、皆さんこういう状態になることはあると思うんです。例えば A が皆さんの立場と思ってください。自分が土地持ってんですけどね、ここにポイ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 ゴミを捨てる B がおると、どうしたいです？それはこのゴミを自らの手で撤去するというのができたらいいんですけれども、はい、物件、自分の意思だけで何とかできる。自分の意思だけで何とかできるからすると、このゴミ自分の意思でどけたらいいと、こうなるかもしれないんですけれども、反面、
民法にはこれ不分立でありまして、自力救済禁止というのがあります。はい、A とすると自分の意思だけで何とかできるのが物件のはず。だから自分の土地の上のゴミは自分の意思だけでと思うかもしれないけども、自力救済しちゃいかんと。こっからするとどうなるかっていうと、自分ではどうもできないんだったら、J、これ裁判所と思ってください。裁判所にお願いをできるようにしなきゃいけないと。そこからできたのがこの物件的請求権と思ってください。自分の意思だけで何とかできるはず。けども自力救済ダメ。じゃあどうする？裁判所にお願いするしかないと。自分じゃダメ。もちろん財団に頼んでもダメ。もちろんヤクザに頼んでもダメと。頼んでいいのは裁判所だけというところにしましょうと。いいですかね。自力救済できません。じゃあ誰に頼むのと。財団ヤクザとダメダメとなってくると、残ってくるのはこの裁判所というところでね、裁判所に請求できる権利、これを認める必要があるというところだと思ってください。はい、ということで、まあ物件というのは基本的に直接性あるんだけれども、自力救済禁止の下で何とかするというね、そういうことで丸野さん、これに納得できたらいいかなというところであるでしょうか。はい、2番丸野さんによかったら解説チェック入れといてください。自力救済が禁止されている民法の下で物の直接的支配を全うする必要と。はい、自分の意思だけでとはいうものの自力救済できない。ヤクザに頼むわけにもいかない。だから裁判所に頼めるようにするというね、そういう意味だと思ってください。はい、でこれ条文ありません。条文ないです。物件的請求権については条文ありませんので、何条とか引くまでもなく覚えとかなきゃしゃあないというところになりましてね、この物件的請求権についてはもうね、覚えなきゃしゃあないというね、割り切っちゃってください。はい、3番の法的性質は T マーク入れておいてもらったら結構ですので、飛ばしといてください。はい、で279ページに行くよりももうレジュメに行った方がいいかなというね、そういうところでしょうか。物件的請求権についてですね、もうさっと、先にちょっと理解しておこうかなというところでありますが、ちょっとページレジュメで行くとかなりね、真ん中に近いところになりますが、23ページ、はい、23ページ、まあ、縦5の、ね、要件の補足という感じで書いてありますけども、もう物件的請求権3種類、もう早めに覚える。で、早めに要件まで覚えちゃうというね、これもう覚えとかなきゃしゃあないというね、そういうところと思ってください。はい、まあ、ちょっと今日の第1回目の中では、超メイン料理中のメイン料理というね、そういうところになるのがこの一つ目かなというね、こう思っていただくと結構でしょう。はい、ということでこれ物件的な請求権3種類あるよということで、3種類、それぞれね、ちょっと、場合書いておいてください。物件的返還請求権ということで、これ返還ですので、B が占拠しちゃってる場合ね。これ返せと言っていきたいですね。いいですかね。返還っていうのは、これは相手が占拠、占有していると。ちょっと法律用語では占拠というよりは占有というね、そういう言い方しますけれども、相手が占有しているときには返還請求できる。こう思ってください。はい。これ一つ目ね。物件的な返還請求権と。はい。で、まあこれね、書き方としましては、まあ物件的返還請求権という、まあそう書いてももちろん結構ではあるんですけども、実際に答案書くときにはね、所有権に基づく返還請求権と、もう手控えなんで丸の漢字乱発で結構ですからね、自分さえ分かればいいんでね、所有権に基づく返還請求権と。はい、はい、とはね、書くときにはね、物件的返還請求権という書き方というよりは所有権に基づいてというね、そういうことが多いので、まあ、所有権に基づく返還請求と、まあ、そういうふうにね、考えてもらったら結構です。はい、じゃあその要件はということで、23ページ括弧の1ですね、解釈書と入れておいてもらったらいいかなと思います。はい、括弧の1、タイトルの途中から入れておきます。返還請求権、典型は返せです。で、丸の1、請求者が物件を有するから丸の2、相手方が占有と。はい、ということで、まあ、これ言い換えると原告所有、被告占有です。
原告所有、被告占有というね、そういう要件と思っていただいたらいいかなとは思いますが、ただ、一応物件的請求とぼかしている理由は、所有権以外の、例えば、抵当権とか、例えば、地上権とか、そういったものに基づく返還請求もあり得るので、ちょっとぼかしてるんですが、典型的にはもうほぼほぼ所有権なんでね、原告所有、被告占有というふうに理解しておけばいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、X 所有、Y 占有とかね、原告、被告を X、Y でね、示すことが結構ね、手控えで多いかなと思いますが、とりあえず原告所有、被告占有というね、そういう要件と思っとってください。はい。これ、建物取り壊せだともう一個要件いります。建物取り壊せを要求するのであれば、相手建物所有、ね、これを追加で要件として入れるという感じになります。被告建物所有、土地占有という感じですね。はい、とりあえず一応返せいうときね、原告所有、被告占有というね、この要件をまずはしっかりとね持っといてください。はい、次妨害です。妨害はこれ先ほどのこれです。 A の所有地にゴミが置いてあると、まあ、これゴミに限らずね、最近よくあるのは不法駐車です。不法駐輪もそうかな、自分の土地の上に勝手に第三者が車を捨ててると。でこの車捨てられててね、自分の自力救済できませんからどうすると、そのためだけに裁判所にお願いするというね、バカバカしいというね、そういうところはありますけれども、はい、これ物件的な妨害排除請求というね、そんな風に言っていきます。これ先ほどのね、ところに入れておきますけども、所有権に基づく、まあ、基づくのもとはひらがなでも結構です。妨害排除請求と。はい、ということで、まあ、原告所有を要件にして、次の要件はというと、被告妨害というね、そういう感じで説明するといいと思います。はい、ということで、妨害排除請求。これ比較的多いです。で、これ、ゴミとかいう有体物で妨害してたらもちろんね、それは物理的な妨害排除ですけども、A の土地なのに B の登記があるとかね、この B の登記があるという時も、A の土地所有に対する妨害だと見まして、登記の抹消請求とかね、これもまあこの妨害排除の一部としてあったりします。これね、妨害排除はかなり幅が広いというかね、占有までいかない妨害。すべてこの妨害排除に入ってきます。相手が占拠、占有ですね。そこまで至らない邪魔はすべて妨害排除と。いうことで、一番これ類型としては広いと思っていただいたらいいかなと思います。はい。ということで、まあ、この要件は、括弧の2のところになりまして、メモ終わった方から板書に言っといてください。はい。括弧の2。妨害排除請求権返してくれておきましょう。妨害排除請求権で、典型は妨害物どけろという感じになります。で、イグザンプル、丸の1も入れておきましょう。請求者が物件有する。から丸の2で相手方が物件妨害と。まあ、これ言い換えたら、原告所有、被告妨害というね、そういうことになります。原告所有、被告妨害というね、こういう要件で一応認めていくと。はい、続けて。三つ目。これはちょっとレアケースです。答案で書くことも少ないかなとは思いますけれども。はい。こんなケースです。すいません。ちょっと極端な例にしておきますけれども、こういう段差の土地があると思ってください。横から見てね。こういう段差の土地があると思ってください。で、A が持ってるのが、あ、ごめんなさい。ややこしいな。A がここね。で、B がここね。はい。で、これはまあ、妨害排除ではなくて、妨害しそうなとき。で、何がどんなことがあるかというと、はい。B が、この A の土地の下、穴開けようとしていると。こういう状態だと思ってください。いいでしょうか。B からすると、この A の高台邪魔だということで、この高台に穴くり抜いてね、横にちょっと通り抜けできるようにしようというふうな感じで、これ妨害しようとしていると。はい。この時に A さんとしては、B に何したい？やめろって言いたいんですね。いいですかね。このまんま土地くり抜かれてしまうと、A の土地陥没してしまうかもしれませんからね。なので、まあ A から B に対して、やめろと。いうふうに妨害予防ですね。将来の妨害が起きそうだというときに、所有権に基づく妨害予防請求と。はい。
まあ、基づくというのは手引かで書くのめんどくさければダブルスラッシュとかね、いろんな工夫がありますので、まあ、ここはもうご自身でね、自由に決めてもらったら結構ですが、所有権に基づく妨害予防請求。はい。要件はというと、原告所有と被告が妨害しそうという要件ですね。被告妨害じゃなくて、まだ妨害されてませんから妨害しそうというね、そう置き換えてもらったら結構かと思います。はい。これ逆もあります。B の土地に A の土地の一部がガラガラガラと崩れかかっていると。いいですかね。大地震なんかが起きまして A の土地に亀裂が入っていると。で、なんか知らないけどもね、B の土地の方に土砂崩れが起きそうとかね。その時に B が A に土砂崩れ起きないように何とかしろとかね。これも妨害予防請求として考えれるパターンにはなっていきます。はい。ということで、まあ一応妨害しそう、されそうというね、そういう時に妨害予防という形になりますが、あんまり出ませんというね、そういう感じです。まあ一応妨害予防請求ね、原告所有。で、被告妨害しそう。まあ、そういう要件と思ってください。はい。ちょっと要件解釈さっと入れときましょう。括弧の3番もタイトル入れといてください。妨害予防請求権と。まあ、典型的にはちょっと飛んで、妨害起きないように措置をせよと。ね、やめろ。一つね、入ってくるところであります。はい。要件、丸の1、請求者が物件有する。から丸の2、相手方が妨害の恐れのある事実を支配。まあ、妨害しそうでも結構ですけどもね、妨害しそう、妨害の恐れ、ね、相手方は妨害恐れでも結構です。とりあえずね、原告所有、被告、妨害の恐れですね。これで要件として、揃っていくということになります。で、この要件ね、聞いてしまえばなんてことない単純な要件だなと思うかもしれませんが、論文になってくるとこれが意外に難しい。原告所有というところをどうやって基礎づけるか。そこの説明ですね。これは結構ね、プロっぽいね、ところが必要になってくる時があるし、逆に被告の反論で、何言うてんねん、俺の所有代とかね、そういう反論があったりとかしまして、この所有をめぐる主張反論ですね、これはかなりたくさん出てくるぞというふうに思っておいてください。はい。ということで、まあ、その下ですね、丸の1、2ですね。これはまたいずれね、見ることになりますが、今の段階でちょっとセックだけを入れときますが、正確には物件入ってからでも結構です。丸の1、2ね、ちょっと解釈を入れときますけれども、いずれね、押さえておかなきゃいけないところということで返してくれておきます。丸1の請求者の物件の取得原因としては承継取得、売買、相続など、それと原資取得、取得事項、即時取得などがあり得るというところではあるけれども、これらについては物件学習後というふうにね、ちょっとしておいてください。物件学習後と。はい。今の段階で作業だけしておくと。で、この物件的請求がとりわけ受験生のまあ、7割と言っていいかな。苦手にしてるというね。そんな感じです。まず、原告所有のところがちゃんと組み立てできないというね。そういう苦手の領域と、あと、被告の反論でも所有をめぐる反論とか、いろいろとありまして、その下、公弁と書いてますが、これ2週目でやりますんで、今の段階では保留しておいてもらって結構ですが、被告の反論、実は4種類、典型的なものがあります。いずれ覚えてもらいますけれども、いずれです。これはね、今の段階では置いといてください。はい。まあ、大丈夫です。私のクラスでね、民法24回までついてきた方、大体民法のね、この主張反論、そんな苦手にする人はいないと思いますんで、なので、まあ、ここはもうとりあえず原告の主張、被告の反論1個ずつ潰していくと、そういう感じでね、やっていくといいかなとは思います。はい。さあ、そういうことで、物件的請求で、今日の前半のメインね、一つ、ちょっと見ていただいたところになります。はい。279ページ戻っていきまして、はい。4番についてはもうテキストよりもレジュメでいいかなというね、一読という扱いでいいかなと思います。はい。4番も一読するんやったら C ランクしとこうか。4番については C ランクということで置いといてください。はい。280ページに行きまして、縦の5番、物件的請求権の要件と上がっておりますけれども、物件的請求の要件はもうこれレジュメね、レジュメで代用しましたんで、矢印レジュメと書いておいてもらったら結構です。さあ、281ページからは実はちょっとね、物件的請求の詰めた内容になりますので、ここはもう物件編入ってからということで、今の段階ではね、物件と債権の特徴をまずはね、押さえるというところがメインでしたので、もう281ページから物件編に回すということで、後でということで置いときましょう。はい。ということで、なぜかテキストは3ページに戻るというね、そういうところで、あっち行ってこっち行って大変だなと。ですが、あっち行ってこっち行って今日ぐらいなもんですんでね。なので、まあ今日ね、過ぎたらしばらくはあっち行ってこっち行ってはないかなというね、そう思っていただいて結構です。はい。3ページちょっと戻っていただきまして、はい。一番下のところですね、まず、ここ今何をやってたかというと、民法の形というね、ここをずーっとやってまして、
債権と物件というね、ちょっと大きな枠組みがあったよと。で、物件の特徴をまずは先に捉えていただいたというね、そういうところだと思ってください。はい。さあ、その、民法の形、条文で要件効果を作っているというね、その話が4番のところになりまして、まあ4番のところについてはレジュメ3ページと書いておいてください。はい。法律要件と法律効果と書いてますけども、こちらについてはレジュメ3ページと。あ、3ページな、ごめんなさい。レジュメ3ページなかった。もうちょっと後ろだ。レジュメの、7ページです。すいません。レジュメ7ページと書いておいてください。はい。ということで、まあ、法律要件、法律効果のところの話は、実はもう今日前半にやってます。問題の解き方のところで、ほぼお話をしているところでありまして、はい。大体は法律要件、法律効果、ね、条文というのはこの要件効果の形で書いているよという話をね、板書でしたところではありました。はい。ここの法律要件、法律効果ですね。一応専門用語でいくと、法律効果は権利や義務が発生したり変更したり消滅したりという、まあ、効果になってますというふうに、まあ、よく言われます。まあ、権利義務の発生変更消滅ということで、ちょっと解釈入れるならこんなところに入れておいてください。発生変更消滅。これが効果と。例えばさっきの契約不適合の時に、買い主は何々できる。あれは発生の要件だったんですね。権利の発生。これを定めたお話というところになるんですけれども、実は562条は続きがありまして、ちょっとね、ここを条文だけ、プロジェクターで映しますけれども、2項というのがありましてね。2項を見ると、前項の不適合が飼い主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、飼い主は同項の規定による履行の追加の請求することができないということで、この2項は請求の消滅を定めた条文と。いいですかね。一項は請求できる。ですが、請求できない。請求権の消滅。みたいなね。そういう位置づけになる条文が二項と。要は、権利の発生変更消滅を定めているのが条文の効果であると。で、全部ひっくるめて、当事者の主張したいことになります。言い換えると、一項は、飼い主の方で、直してくれと言えるわけですよ。いいですかね。直してくれとか、代わりのものをよこせと、こう言いたいんですよ。でそれに対して、二項は反論でして、何言ってんの？お前のせいで、こうやって不具合できたんだか、お前が責任取れ、というふうに反論していくね。そんな請求認めまへん、というふうに反論していくという感じで、この条文というのが実は一項二項ね、原告の主張、被告の反論になっていることがたまにとか、かなりね、たくさんあります。そういうふうに、原告の主張、被告の反論という形で、とにかく、法律効果は、一番下、ここにも貸してくれておいてください。当事者の主張したいことになります。で、そのための要件は条文で書いてまして、まあ、法律要件ですね。これは権利義務の変動条件。まあ、ここもよかったら貸してくれておいてください。当事者の言いたいこと、これを基礎づける必要条件。ここもしてくれておきましょうか。4箇所全体ね、入れておいてください。はい。法律効果というのは権利義務の発生変更消滅というね、そういうふうなところであるよ。で、これは言い換えると当事者の言いたいことであると。で、それを定めるね、必要条件のところが、まあ、要件と。こう思っててもらったらいいかなと思います。で、論文で書いていくのはね、当事者としてはこういう主張がしたい。で、そのための要件はこうとこうとこうと。で、これらについては以下の通り認められる、認められないとかね、そんなことを書いていくというのがもう論文の形になっていきます。はい。で、この必要条件になってくるところではありますけどもね、基本的にこの変動条件は契約にまつわることが多いです。さっきの条文もまさにね、売買の引き渡された目的物がという書いてあった通りで、契約に関することが多いと。なので、まずは契約中心に理解しようというふうにしていただくといいと思います。で、契約以外のものもありまして、これは法定債権とかまあいろいろあるんですけれども、そこはまあちょっと例外的なものよということで、まあ契約とそれ以外というね、そういう理解しておくといいのかなと思います。はい、ざっくりと。実は大事なのはここですんで、ね、最も大事なのは実はここですんでね、ここのところの枠組みをね、しっかりと押さえておいてもらえるといいかなと思います。はい。ということで4ページ飛んでいただきまして、3から4ページにかけてはもうね、レジュメで代用しておいてください。はい。横の3番、民法の構成ということで、まあ、この辺で、大学の学者の先生は非常に時間をかけたりするんですけども、横の3番、C ランクで構いませんので、まあ、聞いたことあるぐらいで結構です。パンデクテン方式ね。あ、聞いたことあるぐらいで結構です。
共通項は前にというね、こういうのをまあパンデクテン方式と言っていくんですが、まあ絶対に論文で書くことはありませんので、ああ、なるほどね、ということで聞いたことあるぐらいで留めておいてもらったら結構です。はい。ということで、まあ横の3番、一読しておいてもらうと十分ですね。まあ要は共通項前にというね、そういう因数分解方式と思っておいてもらったら結構でしょう。はい。5ページ行きまして、民法の全体図と書いてありますけども、ここはもう全体学習後で構いませんので、今の段階ではノーチェックで大丈夫です。はい。第2節の民法の全体図は、実は30数ページまで一気に飛ぶというね、そういうところになりまして、33ページぐらいまでかな、ずーっと飛ばしておいてください。なので、ノーチェックで結構です。34ページまで、一気に飛んじゃってください。はい。ということで、まあ、一気になんかテキスト進んだ気になりますけども、まあ、正直申し上げてね、ここの冒頭のところ、一番大事だったのは、物件的請求権ですんでね、この物件的請求権の要件をね、しっかりと理解しようというところをね、優先しておいてください。はい。その次、34ページ以下でまた言葉の学習がしばらく続いていきますんでね、言葉の学習も知ってる方はね、しばらく、まあ、休憩と言っておいてもらってもいいかなぐらいのところであります。はい。第1巻民法の指導原理、B ランクでいいだろうと思いますが、書くことはないかな、そんなにね。まあ、原則 B かな。原則 B にしといてください。はい。一応民法の指導原理ということで、まあいろんな教科書がいろんな指導原理言っておりましてね、三大原則と、まあね、初めに言った人の三大原則がまあ一番強かったりしましてね、まあよくありますね。日本で有名な三大継承地とかね、大体もう最初に言った人の三大がね、前になっていくということでありまして、まあどの人がどれをね三大というか人にそれぞれと、で一応共通項があるかなと言えるのは実は2、3、4です。2、3、4を三大原理と思っててもらったら結構かなとは思います。はい。2、3、4、さっと解説してくれておいてください。で、所有権絶対の原則。で、丸の3、私的自治の原則。で、丸の4、過失責任の原則。はい。一応この3つをチェック入れておいてもらったらいいだろうと思います。はい。とりわけ、まあね、丸の3です。私的自治の原則っていうのがね、民法、商法、民事訴訟法までね、ちょっと波及してくるね、すごく大事な概念かなとは思います。はい。2番については流し読みで結構です。で、3番内容とありますが、括弧1も飛ばしていただいて大丈夫でしょう。で、括弧の2、所有権絶対。文字通りです。所有権は絶対的なもので、犯してはならないぐらいの意味だと。ただし原則です。原則なんでね、例外があると。まあ、いうことで、まあ、一応、その所有権は絶対的だぐらいのね、そういう理解しとけば結構でしょう。はい、そういう意味で、まあ、3番、括弧の2、興味ある方はタイトルにだけ返してくれておいてください。所有権絶対の原則。まあ、これは言い換えると2行、次の行かな。完全円満な支配権で、申請不可侵。ね、申請不可侵。犯してはならない。これが原則だと。ただし、そうとは限らないというね、それが例外ではあります。はい。それよりも大事なのはやっぱ35ページで、括弧3、私的自治の原則ということで、これね、最初は漢字の意味は追いかけないでください。私的自治の原則というね、これ漢字で追いかけても何のこっちゃということになると思うんで、中身を抑えるというね、そこを大事にしといてください。はい。私的自治の原則、1行目の末に返してくれておきましょう。1行目末です。反面の後からです。自由な意思によらなくては、権利を取得し、義務を負わされることはないという原則と。はい。ということで、まあ、ちょっとここね、原理原則的なお話ではありますが、少しちょっと具体化する意味で、板書、まあ、テキストに直接書き込んでもいいかなというふうに思います。はい。売買を具体的な例として挙げときましょうか。買ったら、買い主、どんな義務発生します？代金支払い義務を負いますね。いいですかね。買ったら、どんな義務を負いますかと、代金支払い義務を負います。けど、義務ってなんか重たいですね。義務果たさないと、なんかペナルティ受けたりとかいう形で、まあ重たくなってくるんですね。けども、なんで義務を負わされるんでしょう。なぜ負わされる？なぜでしょう。簡単に言うと、自ら望んだからと、こういうことです。いや、欲しいから買ったんでしょ。いいですかね。欲しいから買ったんです。欲しいと自分で望んだんでしょ。だから義務払わされる、ね、義務を負わされる、当たり前だと。売り主も同じです。売りたいと思ったわけでしょ。で、売ったんでしょ。だから渡す義務が発生する、当たり前だと。望んだんだから望んだ通りの義務を果たせと。ただ言い換えたらそういうことです。
それを専門的にいくと、1行目後半、自由な意思によらなくては権利を取得する義務を負わされることはない。これもう少し言い換えると、義務を負わされるのは自由な意思で望んだからだというね、こういう説明です。いいですかね。義務が正当化されるのは自由意思に基づくからだ、こういう理解しておけば結構です。いいですかね。なので、義務が正当化されるね、義務の正当化、自由意思に基づく、こう思ってください、ね、義務の正当化は自由な意思に基づくからというね、こういう理解しておけば大丈夫かなとは思います。はい、ということで、なぜ代金を支払い義務を負わされるか、そこは望んだからだと、望んでないのに義務を負わされることはないと。はい、ということで、まあ自由な意思によらなければ義務を負わされることはない。で、これ言い換えたら、契約は自由に結んでいい。ですかね。契約結ぶ結ばない自由です。結んだ以上は責任果たせと。言い換えたらそういうことね。契約するかしないか、もちろん自由だよ。望んだから契約したんでしょと。ね、皆さんもコンビニでお茶を買うと。欲しいから買ったんでしょと。買ったんだったら代金払わなきゃいけない。当たり前でしょと。ね、義務、果たさなきゃいけないのはなぜか、望んだからだと。望んだ通りだから義務を果たせ。というね、そういう理屈が私的自主の原則と思ってください。はい、これを言い換えると4行目ということで、まあ多分こっから先ね、私的自主の原則の、まあその、派生版の方はおそらく皆さんね、スーッとこの後ね、論文でもたくさん使っていくと思いますが、その原理になるところね、義務、正当化されるのは望んだからだよね。ここちゃんと納得はしておいてください。はい、4行目から続き、解説チェックさっと入れておいてください。そしての後です。解説チェック伸ばしておきます。私的自主の原則を具体化したものとして、契約自由の原則があると。で、3条下降りて、契約自由の原則は一般に締結の自由、契約締結するかどうかについての自由から相手方選択の自由、どのような相手方を契約するかについての自由から内容決定の自由、どのような内容を契約するかについての自由と、まあ大体こんなところにね、自由があるよと思ってください。はい、ということで、まあね、皆さんが持ってる六法ですね、これを人に売るという時に、そもそも売るか売らないか自由です。で、売るとして、誰に売るか、ね、欲しい人に売る、ね、あるいは欲しくない人に売りつける、まあ、それも自由です。で、なんぼで売るか、もちろんそれも自由です。ということで、とにかくね、契約について内容自由だよというね。でも、決めたからにはちゃんと義務を果たしましょうと。これ、私的自主の原則のその続きと思ってください。自由なんだけども、自由に基づいて決めた以上は義務を果たしましょうというね、そこに入ってくると思ってください。自由意思に基づき決定した以上は、その義務を果たしましょうというところにつながるよと思っておきます。思っておきましょう。はい。それとまあ、裏返しになります。括弧の4番、貸し責任の原則ということで、義務が発生する場合として、ちょっと例外になります。望んでないけども義務が発生する。これが一部あります。例えばこうね、皆さんが車に乗ってたとしてね、車に乗ってて横断歩道をね、渡るときにちょっと間違ってブレーキ踏むとかアクセル踏んじゃったとかね、そういう場合、これは義務が発生する。賠償義務ですね。これが発生する場合があります。はい、ということでまあ一応自由な意思ではないんだけども、括弧の4、過失による場合にはこれは賠償義務が発生すると、こう思ってください。はい、括弧の4、まあタイトルチェック入れておきます。過失責任の原則。で、事故の行為により他人に損害生じても、故意過失がある場合にのみ責任を負うとする原則と。はい、ということで、まあ、故意過失があって初めてね、賠償義務が発生する。はい、まあ、賠償義務が発生する。まあ、義務が発生する場合ね、望んでなくても発生するとしたら、故意過失があるときと。こう思ってください。望んでないけれどもね、故意、義務が発生するのは、故意過失があるときというね、こう理解しておくといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ一応三大指導原理と言われてますけれども、多分一番よく使うのは括弧の3、私的自主の原則かなというね、そういうことで、まあ一応一番中心に学習していただく、納得いただくのは括弧3だろうというね、私的自主の原則の正当化根拠で、そこのところまでちょっと掘り下げてね、理解しておくといいかなと思います。はい。横の2番 C ランクで構いませんのでね、C ランク指導原理の修正ということで、まあ私的自主の原則も修正があるよとか、まあいう話はあるんですけれども、まあ担当用の知識かなということで置いといてください。で、まあ一番に民法の消化と書いてまして、民法と商法が結構同化しているというね、そういうところをまあ一番で書いております。で、実際これ司法試験なんかではよく言われますが、問題自体も民法と商法が似通ってきているというね、どういうことかというと、細かい条文をたくさん引くような試験ですね、これがたくさん出つつありますんで、そういう意味でまあ民法と商法ね、同化している試験においてもね、細かい条文をたくさん拾うというね、そういう傾向というのはちょっとねあるのかなというところはあります。はい、次のページ行きまして、2番民法の社会化なんて書いてありますけども、まあね、これも
全体 T マーク入れといてもらったら結構ですんで、はい、とりわけ契約自由の原則ね、これ貫くと困るよっていう場面が一部あります。例えば皆さんのお家の水道契約ありますね。水道契約、まあもちろんそのどこの水道会社からと選べたらいいですけど、それできませんからね、現状ね。そこ逆に売る側っていうのはこれね、一応まあ公共団体だったりするわけですけども、売る側からするとお前のところうちの市の政策に反対だから大宅には水は渡しませんとか、それできませんからね。水道契約については供給側、売る側ね、売る側に自由はないというね、そういうふうによく言われたりします。まあ電気とかね、ライフラインなんかも同じでありますが、はい、その辺が2番のところでね、パーッと書いてますが、まあとりわけ抽象的です。2番括弧1、これ哲学に入ってくるんでね、なので2番括弧1はあまり深入りしないでください。各科目冒頭によくありますね、刑法もそう、憲法もそう、民法もそうなんですけども、哲学に入るね、そういう部分がありますので、そこ入り込むと法律学からかけ離れてきますんで、ちょっとねやめといてください。はい、なのでまあ2番括弧1は気にしないというね、そんな扱いでいいかなと思います。はい、37ページか、まあ、言葉の学習いけるところまでちょっとね入っていきたいと思います。はい、第2巻の試験ということで、まあ、一応ここから先、まあ、言葉の学習まだまだね、続いていきますが、ちょっとずつね具体例なんかが出てきます。はい、第2巻横1、まあ、試験の意義と種類と上がってますけども、一応原則 A にはしておきます。はい、ここから先よく使う言葉と思ってください。よく使ってくる言葉というね、そう割り切っといてもらえたらいいかなと思います。はい、そのうち2番かな、試験の種類からもね、ポイントだけチェック入れちゃいます。カッコ C、カッコ1のカッコ C ね、そこから返してくれといてください。財産権、権利の内容が財産的価値を有するものということで、民法で対象とする権利はほぼこの財産権と思ってください。物件も債権もどちらもこの財産権というね、これに含まれるお話と思ってください。はい、もう民法の、まあ、権利の対象ね、もうこの財産権だぞというふうに理解しておきましょう。はい、でこの財産権の種類、さらに、まあ、複数ね分かれるところでありまして、括弧の2、これは A、B、C、D、4つともちょっとチェック入れておきます。括弧の A チェック入れておきます。支配権、権利者の意思だけで権利内容を実現することができる権利で、イグザンプル物件と。から次の行、請求権、他人に対してあることを請求することができる権利で、イグザンプル請求、債権。はい、それから括弧の C、 形成権、一方的使用人により法律関係の変動を生じさせることができる権利で、取り消し権、解除権。はい、で一旦ちょっとここで切りましょうか。はい、支配権とか請求権はなんとなくね、物件債権学習した後なんでね、ちょっとイメージしやすいと思います。まあ、物件というのは基本的に自分の意思だけで決めれる支配する権利ということでね、物件というのは支配権に属するものであると、こう思っておいてください。ただ債権というのは、まあ言い換えたら請求権です。特定の人に対してしか言えないというね、そういう意味で、まあ、請求権とも言ったりしますけれども、括弧の A、B ですね。まあ、物件債権というので、具体例としてね、イメージしとけばそれで結構かとは思います。はい。で、括弧の C がちょっと初めて出てきた言葉かなと思います。形成権。形成権というのは何ですかっていうと、自分の意思だけで形成できる権利というね、そんな感じです。で、形成って何ですか？キーワードになるのは、まあ、板書するものないな。形成というのは実は変動。これね、キーワードと思ってください。契約キャンセルするって、聞いたことあると思います。契約取り消す、まあ、これまさにキャンセルなんですけども、契約のキャンセルはキャンセルするまでは契約は有効けども、キャンセルという一方的な意思で契約をなかったことにガラッと変えるというね、そういう意味で形成権というふうに言います。一方的な意思で変動させる、いいですかね、有効だったものを形成権で無効にするというね、そういう形で法律関係をガラッと動かすね、これを形成権と言っていきます。一方的意思表示変動というね、これ何度も何度も多分出てきますんで、形成権、とりわけ解除権、取り消し権ね、これらが一方的に、ね、変動させられる権利というふうに思ってもらったら結構でしょう。はい、括弧の D に入る前に、括弧の D、公弁権と書いてありますが、公弁という言葉はね、民事系では結構品質の言葉になります。で、公弁って何というと、拒むという、そういう意味です。なので、括弧の D は、拒む権利とでも思っておいてください。公弁権イコール拒む権利ね、拒絶する権利というふうに思っておけば結構です。はい、ということで、まあ、具体例も合わせてチェック入れておきましょうか。括弧ので拒む権利と思ってね、見といてください。括弧ので拒む権利とメモ終わった方から返してくれておきましょう。公弁権、他人の権利の交渉を妨げる効力を持つ権利で、イグザンプル同時履行の公弁権と。はい、ということで、まあ、同時履行の公弁権の典型例こんな感じです。はい、A が B に土地を売ったというのを念頭に置きましょうか。
で、A から、売ったんだから金くれと言われたと思ってください。B としてはどうします？はいはいって払います？まあ、払ってもいいですよ。払ったら、あと、渡してもらえるかどうかがわからないという心配が残りますんでね。なので、A から B に代金の請求が来たときに、B からすると、いや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 と。引き渡しと同時だ。というふうに、拒むことができると。これが、同時履行の公弁権ということで、ちょっと条文番号だけにしときます。民法533とね、書いておきますけれども、同時履行の公弁権。まあ、債権法入ったら結構しょっちゅう引くような条文かなと思いますが、同時履行の公弁権。引き渡しと同時だと。これ、同時履行、相手方変わっても一緒です。B から A に引き渡し請求したときに A から代金と同時だという形で拒むね。これも出てきますんで。なので、まあ、とりあえずね、公弁権、拒む権利と、こう思ってください。はい。ということで、まあ、一応、拒む権利、公弁権と、こう思ってね、さっとチェックで入れてもらって、読み直してもらったらいいかなと思います。はい。括弧のいい気にしない。括弧の3番についてもいずれ出てきますんで、絶対相対、ね、そのうち慣れると思いますので、今の段階であまりね、深入りしてもしゃあないかなということで置いときます。はい。さあ、38ページ以下、言葉の学習というより、ちょっとずつね、民法の中身に入っていきますが、はい。民法の、中の、一つ一つ条文、ここからね、38ページ以下、民法総則が始まったというね、そういうところになるかなと思います。はい。横に、縦1、知らないということで置いといてください。縦1、憲法の話なんでね、公共の福祉、憲法の話ですんで、縦1は置いといてください。はい。縦2、これよくよく使っていきます。真偽誠実の原則で縮めて真偽則と言いますね。一応、言葉上よく出てきます。ただ、論文でいきなり使わないようにというね、ちょっと注意がありますが、まあ一応2番、B ランクにはね、しといてください。さあ、ここからちょっと条文一緒に読んでいきましょうかね。民法の1条の2項です。はい、民法の1条の2項。はい、読んでみると、権利の行使、義務の履行は、真偽に従い誠実に行わなければならない。なんてね。まあ、とりあえず民法の1条の2項を見ると、そんな風に書いてます。権利の行使、義務の履行、真偽に従い、誠実に行わなければならないというね。これ、まあ、真偽則、真偽則と。まあ、具体的な事例でいけばこんな感じですよね。お金借りた人がいると思ってください。借りた人がお金返すときにね、持ってけ、この泥棒とか言ってね、札束投げつけるとかね。これちょっと違うだろうというね。いいですかね。義務の履行、誠実にと。お金返すときに今までありがとうございましたとでちゃんと返せということになりまして、それを札束投げつけてね、返すとかね、それはちょっとありえねえと、まあいうことだと思っていただくといいかなと思います。はい。ということで、基本的にこの権利の行使義務の履行、ね、一応債権債務を想定しているところではありまして、従来は債権法だけのお話というね、よく言われたところではあるんですけれども、そこは債権法に限らずね、民法共通のルールというふうに思っとってください。はい。ということで、まあ2番、全体ね、B ランクでありますが、真偽則、真偽に従いましょうとね、信頼損ねることないようにしましょう。まあ、そんなね、お話であります。はい、2番タイトル、解釈ちょっと入れておいてください。真偽誠実の原則、真偽則。で、2行目から解釈さらに入れておいてください。真偽則とは、当該具体的事情のもとにおいて、相手方から、一般に期待される信頼を裏切ることのないよう、誠意を持って行動すべきという原則と。で、括弧の2番、これも入れておくといいかな。1行目のます。当初は、で、2行目入って、債権法を支配する原則であった。その後、それ以外の領域においても、社会的接触関係に立つ者同士の関係を切り捨つ者として適用されるようになった。ということで、括弧書き飛ばしつつ、チェック入れておいてください。この辺ね、法律の学習するときに括弧書きって時々出てくるんですが、括弧書きはまず飛ばして読めっていうね、これ読めるようにするといいです。とりわけ民法商法ね、括弧書きの条文が多かったりしますんで、まず括弧書き飛ばして読めという読み方ね、できるようにしとくといいかなと思います。はい、とりあえずまあね、ここ民法の、審議則、債権法だけじゃなくて、その他、社会的接触関係立つものとまあ、ぼかして書いてますが、要は、他人と接点のある領域なので、全分野と思ってください。法律の世界というのは基本的に他人と接点のある分野のお話なんでね。なので、無人島で一人で暮らす以外は法律の適用場面でありますんでね。なので、まあそういう意味では、無人島で住む人以外にはね、すべて適用がありというふうに持ってもらったら結構かなとは思います。はい。カッコさんの機能は今見てもちょっと難しいなということで2周目に回してもらって結構です。カッコの3番ね、全体2周目で構わないかなと思います。ただちょっとよくよくね、審議則の中で今後、
1週目でもちょこちょこ出てくるのが39ページのカッコ C の E ですね。近半減の原則と、これちょこちょこね、1週目でも使うかなとは思います。まあ、よかったらチェック入れておいてください。近半減の原則。自己の行動に矛盾した態度を取ることは許されないと。はい、いうことで、例えばです。当初、売ります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 と言ってたのに関わらず、途中からやっぱ売らないとかね。そういうふうに、まあ一応、コロッと態度をひっくり返すというね。これを無金半減というね、そんな風に言ったりしますが、コロッと態度を変えるのを原則禁止というね、これが金半減の原則と思ってください。はい。まあ、それ以外のところもね、そのうち出てきますんで、なので2週目というね、指示で結構かなとは思います。はい。そこよりも、次のページですね。論文ですかね、多分こっちの方が比較的多いかもしれません。40ページ3番。権利内容の禁止ということで、これ民法だけじゃないっす。全科目ですね。民法だけじゃなく、商法もそう。それから刑事法もそう。さらに、行政法とか公法でもそうということで、この権利乱用の禁止ね、これは7科目共通というね、そう思っていただいたらいいかなとは思います。はい、3番一応 A にちょっと上げといてください。ランクとしては A に上げといてください。はい。ということで、権利乱用1条3項ですね。1条3項をちょっと見ておきます。はい。1条の3項。権利の乱用はこれを許さない。まあ、ものすごくシンプルな条文で、読んでわかるような、わからんようなというね、そういう条文でありますけれども、まあ、権利持ってたとしてもね、乱用ということで、悪用してはならないという、まあ、そんなイメージ持っとってください。権利は権利。だけれども、悪用禁止というね。これが、まあ、乱用防止というところではありますが、もう少し具体的な事例でね、納得いただくといいかなとは思います。はい。ということで、カッコの1行目から解説してちょっと入れておきます。抽象的ではありますが、解説してくれておきましょう。1条3項。で、ちょっと飛んで、外形上は正当な権利行使のように見えるが、具体的実績見ると、権利の社会性に反し、権利行使として是認することが妥当でない行為を禁止すること。ちょっとわからないなというところがあります。で、その辺は具体的にまだわからないでいいですが、ちょっと先に、括弧の2番ですね。これにチェック続けておきます。権利乱用の有無の判定基準については、権利を行使する者の主観的対応、それから2行目の後半、客観的基準、で、4行目の後半、両者を考慮する。はい。ということで、主観、客観、両者を考慮というところをキーワードにしといてください。権利内容ね。主観、客観。で、これ、法律学ではよく主観、客観というね、言葉をよく使います。で、主観といったときには、内心と思ってください。行為者の心の中、内心。これを主観と言います。で、内心ではない外の部分を客観と。いうふうに言っていきます。ちょっとこれね、日常的な使い方とは若干違いますけれども、この主観的といった時には関係者の内心に着目している。客観的という時にはね、これは外形的なものに着目しているというね、そういう意味だと思っていただいたらいいかなとは思います。はい。ということで、まあちょっとここまで抽象的ですんで、まあ練習と思ってその次、うなずき温泉事件ですね。これ練習と思いつつね、ちょっと問題チェックちょっと入れておきましょうか。X は、うなずき温泉経営する売会社が、他人の土地二坪ほどをかすめて、飲酒館を設けているのに目をつけ、その土地を買い受けて、Y に不当な高額な価格での買い取りを要求しようとしたが、拒否されたと。ということで、ちょっとすみません。問題チェックね。緑色をお勧めしておきますが、拒否された。そこで X が Y に対し、飲酒館の撤去を請求したと。はい。ということで、まあ一応、この事案3行に問題チェックをちょっと入れておきました。はい。まあ、事例問題にもなるかなというね、そういうところではありますので、はい。はい。温泉会社。が、とりあえず温泉、源泉からね、しっかりとパイプで温泉を引っ張っていると、こう思ってください。で、Y としては、自社の土地でずーっと経営しているものと思ってたんですけれども、ここだけ、X 所有地をまたいでたと、こう思ってください。でも、もともとこれ X の所有地じゃないですよ。もともと他人の土地かすめているのを目をつけて、これを買ったということで、もともとは例えばですけどもね、どうしようかな。A が所有かな。これを X が買ったという形ですね。で、二坪というのが出てきています。一坪 3.3 平方メートルと思ってください。なので、二坪 6.6 平方メートル、つまり2メーターかける3メーターぐらいと
ということでね、非常に小さい土地と思ってください。はい、それをこの X 悪いやつですね、 Y に不当な高値で売りつけてやろうというね、そんな風に思っておりまして、さあこれ X が Y に対してまずどんな請求してますか。はい、民法の問題ですので、この請求認められるかどうかというそんな問題と思ってください。はい、まず X の Y に対する請求権は所有権に基づくですよね。で、撤去を求めています。占有を妨害、占有の返還ではなくって、どっちかというと邪魔しているのをどけろということで、妨害排除請求です。はい、所有権に基づく妨害排除請求、要件は原告所有、被告妨害ですね。原告所有は A が X から買ったというところから認められそうと。で、Y 妨害も特に問題なく認められそうと。ということで、これ原告の請求要件は揃ってるというところからが出発です。いいでしょうか。はい、これ原告の請求要件揃っちゃってます。で、困りますね、これ Y さん。印鑑管撤去、分かりました撤去しますと言ったら、これ営業温泉としては当然ワンシーズンパーになるというぐらいの話、ワンシーズンどころじゃ聞かないかもしれませんけどね、これ営業ができないという話で困ります、えらいこっちゃということであるんですけども、 Y としてはどうするか。権利乱用という反論と、で、おおむねですがこの権利乱用は反論で使うと思っとってもらったら結構です。一見すると正当な権利行使に対して反論で使う、あんたのは乱用だから認めないというね、そういう反論として使うと。一条三項ね、これ反論です。これ一応私の手控え図の特徴でありますが、右からね矢印出してて、これ反論させてるというね、そんな感じです。左の方に請求要件を書いておいて、で右の方から反論ですね、これを書いて、で反論の要件揃ってるかどうか、権利乱用かどうかについては客観的な対応と主観的な対応の両者を踏まえて判断するというふうにやっていくわけです。はい、ということで、まあ今回まず客観的な基準として、今回ね、X の権利、まあ客観的で何を見たらいいのか、もう少しちょっとね、広げて目を通すと、括弧の2行目前半見ていくと、行使される権利がその社会的機能から見て保護に値するか否かというね、こういう中客観的基準と書いてありますが、ちょっと分かりにくいんで、この X の権利果たしてどれほど保護に値するかと言い換えたら、そういう感じで見てください。この X の権利ね、わずか2坪ですよね。いいですかね、わずか2坪です。しかも わざわざ高値で売るため他人の土地を買ったと。はい、宇奈月温泉行ったことある人、まあぜひね、行ってみていただいてもいいかなと思いますけどもね、北陸新幹線でどうもね、定着駅あるようなんでね、そこは宇奈月温泉駅ですね。まあ山の方です。山の方の中の二坪です。価値としていくらでしょう、知れてますよね。いいですかね、都心部であれば一坪50万とかそれぐらいしますよ。けども田舎の方行くと一山5万とかですね、そのぐらいの領域で来たりするわけでして、これはちょっと二坪に過ぎないこの土地にどんだけの経済的価値があるかというと、経済的価値としてはほとんどないんです。いいですかね、経済的価値としてはほとんどないにもかかわらず、わざわざ高値で売りつけるために普通ならば買わない人の土地を買ってるというところでね、内心としても保護に値する要素が極めて小さいというところになりまして、客観的にも保護に値しない、主観的にも保護に値しない、だから乱用だというところでどうでしょうかと。
はい。ということは、これ、客観主観を両方見ましょうね。ね、外形的なものと内心に関わるところと両方見てね、乱用かどうかを判断する。そんなね、ところができたらいいかなと思います。はい。客観的には二つぼに過ぎない。ね、三輪における二つぼですのでね。経済的価値としてはゼロに等しいとか言ってもいいでしょうね。で、かつ内心面としてもね、普通ならば買わないようなその土地をわざわざ高値で買うために買い付けたと、売りつけるために買い付けたということで、内心としても保護に値する要素は小さいということでね、乱用であると、まあいうふうに言っていただいたらいいかなと思います。はい。ということで、まあ、半紙、あくまでも当てはめの参考というね、ところであります。まあ、もう一個ね、実はこれ、客観的基準としてはこれ、もう一個あるんですが、二つ分に過ぎないもそうなんですが、弊害が大きい。認められた場合の弊害大きいね。これも客観的な要素の一つです。温泉の営業が事実上停止してしまうと。これ弊害の多さ。これにつながるところで、客観的にもね、これは権利行使認めるわけにはいかないというね、そっちの方向に働く事情と。はい。ということで、まあ、権利乱用って、まあ、あまり出ませんよ。出るとしたら、まあ、かなり限られた場面かなと思いますし、民法での出題中のはかなり少ないかなと思いますが、他の科目ですね。他の科目で、まあ、波及していくお話でありますので、ちょっとね、ベースとして持っておいてください。乱用かどうかは、内心だけでは決めない。外形的なね、客観的な要素も含めて総合的に見るというね、そこを持っておいてもらったらいいかなとは思います。はい。さあ、うなずき温泉事件のところで練習をね、していただいて、これ、被告の反論で出てくるというね、ここをちゃんとね、押さえておいてください。反論で初めて出てくるね。ここですね。被告の反論として使っていくよ。はい、そんなところでいいかなと思います。その下のダイヤモンド25年 4.9 についても、まあ、練習したい方は2週目以降でね、2年目でもいいかなというね、そんな感じですが、まあ一応重版、これ、100選なのか重版なのかとね、ちょっと細かい話になってきますけれども、40ページテキスト。判例の、一応ね、分類としまして、100選に載ってる判例は比較的重要性高いです。けども、100選に載ってないものが重要判例集というね、これ毎年出てます。で、毎年出てまして、たくさんのこの重要判例を押さえていくと、おそらくね、パンクしますんで、重版は優先順位低いというふうに思っとってください。これ、重版はせいぜい練習問題止まりというね、そんな位置づけで結構です。優先順位を高めてしまうと、これは、パンクの恐れがね、出てきますんで、重版、ちょっと優先順位低くというふうに思っとってください。はい。さあ、そんなことで、権利内容についてね、これは要件、客観的、主観的、両方を見て判断する、というね、そこを持っとってもらったらいいでしょうか。はい。さあ、効果41ページ行きましょう。効果、括弧の A、ここのところさっと返してくれておいてください。権利本来の効力認められない、というね、こういう書き方してますけれども、この意味は、拒めるという意味です。ですね。括弧の A、イコール拒めるというね、そういう意味です。で、拒めるだけじゃないですと。権利乱用だとなると、相手のやってることは違法行為だという可能性が出てきますんで、括弧の B、青文字続きで返してくれておいてください。他人に損害加えたときには、不法行為として、で、ちょっと飛んで、損害賠償を命ぜられる場合があると。はい。ということで、まあ、損害賠償をね、これを、まあ、請求する要件にもつながってくるかもしれないというね。まあ、ただ基本的には、括弧の A の拒めるというね、そこで使うことが多いかなと思ってください。はい。括弧の C、C ランクでいいかなと思いますが、ちょっとここの括弧の C についてはね、C ランクに落としてもらって、親権。親権者の権利乱用が甚だしいときには、親権剥奪とかね、そういうことが、まあ、あったりするんですけれども、まあ、そこは択一用の知識かなということで置いといてください。はい。で、論文としては、この米印、超重要なところで米印ね、ちょっと意識づけ持っといてください。権利乱用の禁止は一般条項であり、全部解説です。一般、権利乱用の禁止は一般条項であり、その要件も不明確。で、民法の他の条文などによる救済が不可能な場合に、補充的に最後の手段として使うべきと。はい。ということで、まあ、権利乱用は最後の手段と思っててください。で、とりわけ、ね、法律学学習してすぐの方は、結構権利乱用を乱用的行使する人がね、いますんでね、論文で使うときに、いきなり権利乱用が入らないようにね、他の反論、これが無理だから権利乱用というね、一応そういうことで、権利乱用を出すときには、今のような言い方ね、他の反論は現行法上不可能であると。その観点から権利乱用を次に検討するとかね、そういうことで権利乱用はあくまでも最後の手段というね、最後の手段というところをね、ちょっと強調しておいてもらえたらいいかなと思います。
はい。さあ、その後、42ページ以下で、まあ、これね、大体次のところに繋がってきますが、まあ、一応、民法の、権利乱用の防止とね、まあ、一応ね、条文にあったらいいのになってね、明確にしたらいいのになっていうのが、この4番でね、債権法改正の時に、まあ、明確にしたらよかったのにだとね、個人的には思うところでありますが、はい、4番、試験の実現、3行目からよかったら解釈入れておいてください。裁判所に対して協力を求めなければならない。自分の力で権利乱用を実現する、いわゆる自力救済。これは原則として許されないと。で、これを認めると社会の秩序を保たれないからと。はい。ということで、まあ、自力救済を認めると社会の秩序を保たれない。どういうことか、ね、わかりにくければ、まあ、よくある猫型ロボットの漫画ですね。あれを念頭に置くといいかなというふうに思います。例えばです。はい。ジャイアンがのび太に金を貸したと、こう思ってください。で、のび太が金を返さないときに自力救済 OK だとどういう結末が予想されますかと、だいたい予想つくと思うんです。ジャイアンがどうなるかというと、のび太に対して多分ですがスネを巻き込んでなぜか知らないけどリンチするというね、そういうことはだいたい予想できると思うんですね。いいですかね。これ自力救済もし許すとなると、返さない人に対して締め上げるというね、そういうやり方で回収すると。これは何を懸念するかというと、これジャイアンだから笑い話で済みますけども、これヤクザだとどうするかという話なんですよ。いいですかね。強い者が勝つというこういう世の中になってしまいます。で、そのためにどうするかやったら、のび太の側も強いヤクザを雇うとかですね、そういう話になりましてね、世の中乱れるということになりますんで、大変なことだと。力には力みたいな、そういうことになると世の中乱れますんで、なので6行目、社会の秩序保たれないと。いいですかね。自力救済 OK にすると両方がヤクザに頼ってとかですね、そういうことになりかねませんので、これはまずいよということだと思ってください。はい。まあ、力に対して力で対抗とかいう話はよくね、その日常的にも言う可能性がありますけれども、民事の世界でこれやると世の中乱れますんでね。なので、それはちょっとね、民事の世界では基本的に使っちゃいけないぞというふうにね、思っとってください。はい。さあ、それぐらいでとりあえずね、一般論の話は終了ということで、ここから少しずつね、民法の条文の話ですね、これが出てくるところになります。はい。残りまあそうですね、15分ほどでありますけれども、主体のところはね、ちょっとまあいけるかなということで、ちょっと入っちゃいましょう。はい。42ページ、はい、こちらの方にちょっと入っていってください。試験の主体と。はい。いうことで、まあ、これからは一応ね、民法の中身一つ一つ入ってくるんですけれども、まず、物件とか債権、持ち得るのは誰なのかというね、この話が第2章と思ってください。物件とか債権とかね、このあたりの主体になれるのは誰か、これがね、第2章というところだと思ってください。はい。で、これ、物件の主体になり得るのは、あるいは試験の主体になり得るのは、基本的に人。と思ってください。第2章全体ではあるんですけれども、基本的に主体となり得るのは、人と、こう思っててください。ということで、まあ、先ほど出てきました猫型ロボットですね。もちろんのことながら人ではありませんので、まあ、なんか道具いっぱい持ってますけど、あれ所有権はないということになりますね。そういう話になりますし、まあ、それ以外にもね、最近だったこう動画ですね、猫の動画とかいっぱいありますけどもね、もちまる日記とかいろいろありますが、まあ、そういうの見るの好きですけども、なんかね、もち様に家を買ってあげたとか、いやいや、所有権ないからということで、ね、とりあえずね、ここ、人以外には所有権の主体になり得ないというふうに思っておいてください。はい。ということで、まあ、ここはあくまでも人だけが主体となりうると、こう思っておきましょう。で、この人の大きな分類として、第一節、自然人、これ、生身の人間と思ってください。いいですかね。第一節はこれ、生身の人間、自然人というふうに思ってください。で、大きくちょっとね、タイトル、第一節の次が第二節なんですけども、どこまで飛ぶかっていうと、結構飛びましてね、第二節は61ページ、第二節でして、ここまで飛びます。はい。第2節、法人とありまして、生身の人間以外の人としたら、これ法人ですね。これ法によって作り出された人ぐらいの意味ですね。フィクションです。で、法人、生身の人間じゃないけれども人扱い、これが法人と思ってください。なので、まあ先ほども言いましたが、ね、猫型ロボットの持ってるね、ものね、猫型ロボット自体はもちろん、生身の人間でも法人でもない、ね、猫ちゃんそのものももちろんそうでもないということで、これね、自然人法人とにかく人だけがね、とりあえずは
主体になりうるというね、そういう理解をまずはしておきましょう。はい。で、まず生身の人間に関するいろんなお話、これが第1節、その話になっていきます。一応第1節ですね、細かくランクつけていきましょう。横1、横2、AA というふうにしておいてください。はい。横1、横2、AA と、どちらも A ランクにしておきます。はい。権利義務の主体、これを言い換えて権利能力というね、そういう言い方をします。書き出しから返してくれといてください。私権すなわち権利義務の主体となり得る地位資格のことを権利能力というと。で、3行目、権利能力有するものを人と言い、民法上人には自然人と法人があると。はい。で、この横のまず人、自然人ですね、これが横の2のところでありますが、書き出しておきましょう。このうち自然人とは我々人間のことと。で、人間生きてる間は全て権利能力者。はい。ということで、まあ一応ね、生きてる人、生身の人間ですね。これが一応人、生身のね、自然人というふうに理解していくよと思ってください。はい。一応、生まれてから死ぬまでということになります。いいですかね。生まれてから死ぬまでと。で、これ、生まれてから死ぬまでを人と扱いますが、刑法と民法で少し違うというところありますが、まあ民法ではね、とりあえず、生まれてから、一応、全部ね、体から出てからとかね、そういうふうにまあ考えたりします。はい。その下、自然人なんですけれども、確かに、生身の人間全部です。これ自然人という中には0歳児から亡くなるまで全部自然人という扱いです。もちろん0歳の子供に贈与できますよ。0歳の子供が所有権の主体できますよ。できるけども0歳の子供が自ら売りマーチとかって言えるわけないんでね。なのでこの子供とかについてはどうすんだ、あるいは同じように人間年を置いていくと、だんだん子供が退化していくというね、そういうところが出てきまして、だんだん自分のことを自分で判断できなくなるというのが来ますよね。で、こういう生身の人間ではあるんだけども、能力という点でいくと、やっぱり、一律ではないと。そこでちょっと複数の能力に分けて検討しようと。はい。ということで、まあ、第1巻、能力3種類ですね、見ておきます。まず1つ見てきたのが、まあ、今すでに出てきているのが、権利能力と言われる話で、ここは、皆あると、こう思ってください。権利能力ね。これは皆あると、こう思ってください。で、これが第1巻で学習しますけれども、ちょっと一部で、胎児とかいう人たちをどうするかとかね、その問題が出てきます。はい。意思能力。はい。これが第2巻で学習しますが、一部の人、ありませんと。で、行為能力。一定の類型の人がないと。ということで、はい、能力一応3種類に分けて理解しましょうというね、こういう話になります。権利能力、意思能力、行為能力というね、こういう言葉遣いをしていきます。なので、まあ、ちょっとまた言葉の学習に近いところがありますが、はい。ということで、まあ、一応3種類の能力ね、これを要求するよっていうね、そんなメモをちょっと残しておいてください。で、あとはちょっとごめんなさい。もう一個だけ、ね、板書入れておきます。これテキストに載ってほしいところではあったんですけれども、はい。能力の制度の使い方です。
返せというか拒むの場面がどっちかで使っていくと。はい、これもちょっとメモね入れておいてください。能力に関する諸制度、当事者の主張反論としてはどういう時に使うかというと、返せの場面、例えばですけども未成年者が物を買っちゃったという時にね、未成年者物を買っちゃった、代金払えに対していやいや拒むという話も一つだし、未成年者が払った金返せというふうに言ってたりとかね、そういう形で返せとか拒むの場面で使っていく、これが能力の制度と思っとってください。はい、単純に能力ね3種類いるよとかね、そんだけではちょっとね、あくまでも大学のね、なんかこう教室レベルのね話になってしまいますんで、そこではなくもう少し使える法律ということでいくと、返せと拒むというね、この2段階で一応使っていく可能性があるよと思っておきましょう。はい、ということで、まあ、3種類の能力のダイジェストね、これをまあここまで、一応乗っけておきましたが、とりあえず権利能力ね、ちょっといけるところまでいっちゃいます。はい、第1巻の、権利能力のところ入っていきましょうか。はい、権利能力のところについては横 1A にしときましょうか。横 1A です。はい、権利能力もう一度解釈ね、ちょっと入れておいてもらったらいいかなと思います。権利能力とは司法上の権利義務の帰属主体となる地位資格と。はい、ここでまあ横1で、まあ、一応この板書しばらく写しておきますが、はい、とりあえず1行ね返してくれておいてください。入れておいてください。で、43ページ続きで入れておきます。43ページ続きで、米印ですね、これに入れておきます。このように権利能力は人が生まれた時に発生し死亡した時に終了と。で、式のところ横のに縦1ね、ここ原則までやっちゃいます。縦1返してくれておいてください。自然人は出生時から権利能力を取得する、3条1項で、次の行で出生とは生きて母体から完全に分離することというね、こういう言葉の言い方をしていきます。はい、まあ、横の2番まで A ランクでありますけども、横の2番も A ランクでありますけども、ちょっと中途半端であるんですけど、ここで、第1回としては終了にしておきたいと思います。なぜかと言いますと、2番入るとおそらく15分以上ねかかってしまうというところと、復習のやり方とかね、その話をね、する機会がありませんので、一応とりあえずね第1回としては一応ここまでという感じにしておきたいと思います。で、ちょっと復習の仕方に関するお話をね、最後5分ほどですね、一応お話をして、第1回としては終了にしようかなと思います。レジュメでいきますとですね、5ページのところにね、復習の仕方いうのを今日の、民法1のレジュメにね載っけております。まあ、あの復習の仕方って別にこれじゃなきゃダメとかいうね、そういうものがあるわけではありませんけれども、とりあえずおすすめの復習というね、それをちょっとここに書かせていただいているというところではあります。まあ、今日のね第1回目だけでもなんかテキストレジュメにいろいろチェック入れたりメモ入れたりね、結構たくさん作業させられたなというふうに思ってるかもしれませんが、実はこれ目的がありまして、自分だけの最高の一冊、これを作る、まあ、要は直前期にこれさえ見ればなんとか全復習できるというね、これを作っていこうというね、こういうまあ一応、コンセプトの元でねやってるところではあります。で、まあ、この一応テキストを読み直すというのがとりあえずね復習でやることだというふうに位置づけできるんですけれども、意識の仕方によってその復習の濃度というかね、その、まあ、出来合いというのが全然変わってきますんで、ちょっと意識づけの持ち方としましては、最低限ここまで、で、できたらここまでというね、こういう2段階に分けてちょっと理解しておいてもらえるといいかなとは思います。で、まず最低限の復習、5ページのちょうど真ん中あたりですね、ここに、ちょっとね書かせていただきましたけれども、まずはチェック箇所の理解、これが1番ですね。チェック箇所、これまず最低限納得する、理解するというね、そこのところをちゃんとやる。で、条文についてはちゃんと引く、これが2番です。いいですかね。条文についても結構面倒くさがって引かない人が出てくるんですけども、条文はちゃんと引いていってください。で、大事な条文はできたら条文番号が出てくるというのが理想ですね。内容はあと引いたらわかるからね。なので条文番号出てくるとね、そこをちょっとまずね、出てくるようにしよう。で、あと色が変わるチェック部分ね、ここもまずは納得するということと、民法では特に重要になるのは主張反論のどこで出てくるかと、これをちゃんと踏まえることです。原告の主張、被告の反論というのをちゃんと整理した上で、どこにこの今問題チェック入れたところが出てくるのかというところをね、ちゃんと押さえていくということを意識しておいてください。まあ、ここをやっていかないとね、おそらく論点一つ一つ潰しただけでは問題ね、論文解けないというケースになってくるので、主張反論のどこというね、そこをちゃんと意識して納得するね、覚えるは入れてません、納得するをね、大事にしようというふうに言ってます。あとは練習問題、問題チェック部分ねありますが、同じように主張反論自分なりにやってみようというところはね、一応
最低限の獲得目標かなっていうね、とりあえずまあチェック箇所納得する、いいですかね、チェック箇所納得する、で主張反論というのを自分なりにもう一度ね、ちょっと組み立ててみて納得すると、そこをまず第一優先と思ってください。でよりよくプラスアルファしようと思えばいくらでもできるんですけれども、各訓練が実はすごく大事になります。読んでるだけだと分かった気にはなるんです。分かった気になるけど実際書けるかどうかは別問題ですので、実際に覚えてなくてもいいです。真似して書いてみるというだけでもね、全然訓練としてはね、定着度が後で蓄積されて蓄積されて全然違ってくるという感じになりますので、ちょっと余裕があればできたらね、雑誌じゃないな、チラシの裏でも何でも結構ですね、あるいはこうね、印刷物の裏かな、そういったものにも殴り書きでもいいと思うので書いてみるというね、これは実際には意外に蓄積した1年後にね、大きな差になりうるかなというところであるかと思います。読むだけではちょっと無理なので、実際に書いてみる、あるいは口に出してみるでもいいです。口に出してみるでも結構ですので、とりあえずなんとかねアウトプットするというね、ここをできたらぜひぜひねやってみるといいと思います。でかつです、ここから先は本当にね、応用バージョンの復習になりますけども、条文だけ見て趣旨要件項が出てくるかをやってみる、これ2番で書いてます。3番目は問題チェックを見て理由と結論が出てくるかやる、あるいは理由から結論、結論理由出てくるかどうかをやってみる、そういった練習も一つね、プラスアルファの練習かなとは思いますし、あと判例の事案チェックしてない判例なんかもありますけれども、当事者の主張反論組み立てる練習、これ民法ですごくね役立ってくるかなと思います。主張反論の組み立てができれば、実はもう民法はほとんど仕事が終わってるんでね、なのでこの主張反論どんだけ組むかという練習をぜひぜひね、やってみるといいかなと思いますが、ちょっと時間的な余裕がね、なければまあその主張反論、まあせいぜいねテキストでチェック入れたところの範囲の主張反論でも構わないかなとは思います。で書き込むならぜひぜひ一元化してテキストに書き込んでいってください。多分ですが1年目の学習の中に6法に書き込むっていうね、そういう人も多分出てくると思います。まあ別にいいですよ、いいんですが6法毎年変わるんでね、なので、来年にはね、そのチェックしたものが全部無駄になるというのを分かっててチェック入れるんだったら別に構いませんが、できたらテキストにチェック入れると。で自分なりにそのね、今後勉強進んでいくと弱点ここだなとかいうのが分かってきたりするんですよね、ここ苦手だなまだ覚えてないなとかね、そういうのが出てくるんで、そういう弱点部分は自分なりのオリジナリティの、ね、弱点付箋みたいなね用意しといて、でそこをまあ自分で、後々まとめて復習する対象にするとかね、そういうのも一つあるかなとは思います。まあ、とりあえずね一元化するっていうのはね、これは一時やっていただく方がいいです。直前期にねどこに書いたっけって探す時間が無駄、とりあえず探す対象はここというふうに決めとけばね、すごく後で困らないかなというふうには思います。はい、あとすいません、復習用教材に関してね、ざっくりとちょっとまたお話をしていきますが、まあ、一応最初の方に、断り書きで書かせてもらってはいるんですけれども、はい、Q&A のこれ Q だけにしております。これあえてね Q&A の Q だけにしてます。A の部分というのは別にこれじゃなきゃダメっていうのが実はあるわけじゃなくてね、で A 書くとどうしてもそれだけを覚えようというね、そういう人が出てくるんで、ここは Q&A、 とりあえずアラビア数字されたところについて納得しているかどうかね、これをちょっと復習してほしい、復習するときにね、納得しているかどうかをね、確認する対象、これがまずは一つの使い方です。で可能であれば答えを自分で作っていくというのもね、これ復習になるかと思います。この Q&A の Q の A 集ですね、Q&A の A 集を自分で作ってみるともありかなと思いますが、とりあえず納得しているかどうかのこのね、確認の素材で、もちろんねその次の段階として覚えたかどうかのチェックの素材、これにも使えるかなというふうに思います。で何々とはというね、ここ結構たくさんあるんですけれども、米印を付した定義はまずはちょっと覚えちゃってください。米印を付したところはそんなないんでね、何々とはと書いてるところの例えばですけども、私的自治の原則ね、これはもう早めに言える書けるという感じした方がいいかなと思うんですが、支配権とか形成権とかこうね書いてますけども、これ一言一句書ける必要ありません。どんな風にしたらいいかというと、まあ、逆に言うと、あれですね、具体的な事例が出てきたらいいかなというね、そんな感じです。いきなり定義のところとか、ね、出てこなくて結構ですので、むしろ文章を読んで、文章が、あ、これは支配権の意味だとかね、定義の方、言葉の意味、言葉の解説のところですね、解説チェック入れたところを見て、あ、これはこれの形成権の話だとかね、そういうのが分かればいいね。逆にこのとはのところは、これを見て言葉がダラダラって出てくると。こういう状態ね。で、この
個目入れてないところについては、その言葉の意味が点々点々いろいろあると思うんですが、点々々のところを見て、この言葉の意味だというふうに判断できるというふうになればいいかなということで、ちょっと使い方ね、その辺はまあいろいろあるかなと思いますが、米印入れたところの定義はこれは最優先というね、そういう位置づけだと思っておいてください。まあ、ここは Q&A の、A 集ね、自分で作ってみるというのは、これね、さらなるプラスアルファというところになると思います。まあ、復習用教材については、まあ、これ使いこなしていただくと、おそらくね、これだけで論文用のインプットがほぼ完成するかなという感じになるとは思うんですけども、まずはテキスト読み直しが最優先ね。で、これのプラスアルファの素材というね、そう思ってください。まあ、練習問題として、事例問題なんかをね、たまに載っけてますので、例えばですけども、今日まだちょっと入ってませんが、こういうふうに事例問題ですね。これもありますので、この事例問題で、原告の主張、被告の反論を組み立てるとかね、これまさに入ってますんでね。なので、それも一度練習するというね、そういうきっかけができたらな、というふうに思っております。この辺でまだね、わからないことがありましたら、またぜひね、遠慮なく、これ答えどうなのとかね、あるいはこれ、誤植があるんだけど、たまにまだありますんで、誤植がある分についてご指摘いただけるとね、ありがたいかな、というふうに思っております。はい。最後にもう一個だけごめんなさい。条文の14番号集で、ね、これも、まあ、ニアピン練習用と書いてますけども、要はニアピンというふうに書いてるというのは、これ、要は近いところに行けば、まあ、御の字よと、こう思ってください。ドンピシャで行けたらもちろん理想ではあるんですけども、今回の、まあ、民法を今日使ったので、多分権利乱用ね、1条3項、多分これはすぐ出てくると思うんですけれども、この後だんだんたくさんの制度を見てくると、この制度、だいたいこの辺、前後10ぐらいまで近いところを当てられたら OK と。で、これがだんだん直前期になればピンポイントでいけるようにするというために、これをね、乗っけております。これね、友達同士で、このね、この制度何条とかね、このクイズ出し合いとかね、これも練習になるかなと思うんですけれども、とにかくこの民法、これと次にやる商法は、条文数がめちゃくちゃ膨大なんでね、特に大事なものだけをここに載っけてますんでね、それだけでもこんだけあるのかとね、結構あれかもしれませんが、コツコツ一個一個ね、やっていただければそれでいいかなと思います。なので、まあこれも、まあ復習するときにね、条文の番号をね、思い出すという、そういう練習の一つとしてね、ぜひやってもらえたらいいかなとは思います。はい。ということで、まあこの辺で、第1回ね、ちょっと若干5分オーバーになっちゃいましたけどもね、これで終了したいと思います。まあ、ライブの方はね、午前午後の2回、ね、いきなりで大変ではありますけどもね、とりあえず、2時からね、午後開始と、ということでしばらくね、ちょっと休憩取ってください。はい、ということで第1回これで終わります。どうもお疲れ様でした。